寝ていけゲットウェイてめえら大山応援すんじゃねえぞ走れる走れる最後の侍だよ !1 億円こうやって持って歩いてる。あの片純一さんクラスあなたのいないれ見てる。まぁ、あ、ええでしょ現物支給にしろ外したら俺帰国できないからあのふんぞり返ってるやつがピビキン外したらお前の手で逃げそってやね。<laughs> 朝の5時に俺呼んでみなさいね。次は俺があそこでふんぞり返るまでしょ。いや帰ってきましたわ。来ましたわー 負けましたぎゃッツリ死ぬほど負けました日本の資本を奪われました中国に。かけがえのない、日本の資本を奪われてきました。また、悲しいです。僕は。取られました。横流ししてきました。日本の大事な大事な資本を。外貨稼いでさ、日本の経済で回復してやろうと思ったんだけど、がっつりやられました。日本の国民から奪い取った金を、 中国に落としてきました。ばらまいてきました。ただ、いい勝負はしたよ。爪痕は残してきた。150万負けました。平たく言うと。ただ、一言言いたいのは、最後の最後まで本当にトントンだったの。最後の1時間で150万負けた。ガチで。ちょ、マジでいい勝負だったの。一生ブラックジャックやってて、もう、もみ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 したのね。殴り合いの。う つって負けてそ、一回大きく負けてからの、転落っぷり地獄に叩き落とされた。<laughs> お前マジかもられすぎやろ。かもられてんのかな外貨を稼いできたろうと思ってんだけどね、国のために。まあまあ最後バカラで大勝負、マリガル全部かけてやろうみたいな。一回勝ったわけよ。いや,やったーって走り回ってたんだけど、その後タコスコに負けて、逃げるように、イサミヤシで帰ってきた。うんこ流さず帰って、 来ようかなと思った。僕 <laughs> は俺が一番負けたって言ってた。<laughs> 知らねえ。あいつがいけば負けたか知らねえ。今思ったけど、お前ってカジノで勝って帰ってきたことあるいや、ないっしょ。でって感じ。それでって思う。俺の,の心臓の白動が止まった瞬間が俺のやめときだから、殺された。刺された。後ろから。コは隣の中国人に勝手にレフト上げられて黒人に助けられてた。<laughs> な、俺さ、隣でさ、こうやってスロット打ってて、今だからまあ、墓地適当にやろうぜ、みたいな。で、俺、モコとオニアが喋ってんなーと思って見てたら、モコ現地のババアとずっと喋りながらやってたわ。<laughs> お前すげーなーって。なんかモコとオニア楽しそうに喋ってんなーと思って、パッて奥見たら、変な中国人のおばちゃんとキャッキャキャッキャしながら打ってたよ。だって日本語で喋ってんだ、モコが。負けたよ。真っ白になった。真っ白になった。もう行かない。 前回のカ藤ドは負けたけども俺二度とばかりやらないからもう負けること。で、俺はもう二度とやることがないから。で、この負けは実質将来的にはプラスに転じてるんだよね。もう二度といかないから、あそこには。二度といかん。だからもう、実質勝ち。これ中途半端にさ、10万とか勝ったら、次回、あ、1前回勝ってるしな、つって行くじゃん。二度ともう、いかないから。いかない。人生的には勝ち。 パチンコってたまに勝つじゃん。なんで一回も勝ててないカジノにそんな毎回負けるんですかいや、それはね、やっぱ資本こ向こう大体資本が1兆円ぐらいあるのね。で、俺100万しか持っていってないじゃん。いつか、その下振れ引いて負ける。俺が1兆持っていけばカジノを潰せるんだよ。3兆円ぐらいも、売り上げるらしいの。まあ、3割持ってるとして1兆円ぐらい持ってたはずじゃん。俺100万しか持ってってないんだよ。不利じゃん。1兆くんだよ、俺に。たった。 まあいいや、やめよう。家事の話やめよう。くだらねえ。俺とここにさすげえ最、最後悪口言ってたもん。うん、こんな紙切れめくって100万とかもらえなきゃええんだ気持ち悪いっつって。<laughs> ずっと悪口言ってたから。うん、気持ち悪いよ、俺ら。紙、うん、めくってさ、うん、100万200万だこいって気モくないあいつら、うん。バカじゃん。汗水垂らして働けや。気色悪い。カードゲームでなんかあんな金稼ごうとしてるバカどもでしょ。すり寄ってくるんじゃねえや。そう俺、キングスリーグ呼ばれたんですよ。年明け早々。そうそう 頑張ってきます優勝してきますわ。で、灰皿。絶っかい灰皿。持って帰ってきます。開催地はまだわかんない。本当にわかんない。日本でないことは確か。日本だったら俺の話来てんだろう、さすがに。キングスリーグでサッカーを進化させようとする、お前が思ってるよりでかい取り組みの嫌だけど、いやだから一応さ、今は別に日本の認知少ないじゃん。俺が呼ばれるぐらいだから。で、わかんない。20年後もしかしたら、とんでもないコミュニティになってるかもしれないじゃん。だから俺はこの座を譲らないよって言ってんじゃん、他の国には。 俺が出れなくなったとしても日本人だったら譲るけど、日本人じゃなかったら俺が出る。無理ですっ,つって。だって16カ国しか呼ばれないんだよ。俺譲らないよ。日本の座を譲らない。相手が孫憤民でも譲らない。無理ですっ,っていう。<laughs> あいつ配信者じゃないからやめてくださいってって。相手が孫憤民でも俺は絶対譲らない。直接対決しろっていう。PK 対決で決めてくれっていう。いや俺は折れない。絶対。相手が孫憤民でも。悪いけど。クリロナでも譲らない。相手が悪いのは分かってるけど、俺は ただで、譲るつもりはない。両フカルマだったら譲ってもいい。日本人にだったら譲ってもいい。このポジションだけは、絶対日本の枠が、俺は。わ <laughs> かる、だって20年後とかにさ、ねすごい盛り上がってんださ、日本の枠なかったらうぜえだろう。これ俺に課せられた使命なんだよ、この場所。<laughs> どんな手を使ってても守りきられない。俺だから中枢に入り込むんだよ、このまま。面白アジア人として売り込んでって、俺なんとか中枢に入り込もうとしてるから、今。ガチで。本気でね。 定着させるから。<laughs> あの、ふんぞり返ってるやつがビッグ外したら、お前の手でひげ剃ってやね <laughs>。あの、ふんぞり返ってるやつらね。朝の5時に俺呼んでくるやつらね。あいつらより大体俺のが年上なのに、旅行先から無理やり出演させてくるやつらね。ひげ、俺が、全員反らしてやるからさ。まだ一番下よ、俺は。分からせていかなきゃいけないよね。次は俺があそこでふんぞり返る番でしょ。 カシージャスに PK の練習させろって言ってくれて、あったら言うわ。俺はわざわざさ、日本から来てんだから、そんぐらい日本のファンにな、うまいことやるからじゃあ、じゃあ約束する。カシージャスに PK するわ。じゃあ。これ前 PK とやったから、一回、一回やろうぜ、っつって。俺も名前知ってるからさ。絶対引っ張り出してくるから。<laughs> 今度は先行時間かけてくれ。<laughs> もう、もう時間がないや。<laughs> 時間がないんや。8月ぐらいに告知させてくれよ。なあ8月9月に。 告知させてくれよ。早く告知しよういや俺が告知するわけにいかねえだろ。もうこの日でって言われてんだから。から俺が中枢に入るしかねえって言ってんだろ。ルール変えなきゃいけない。従うしかねえんだよな。そればっかりは。いやだからね、その、スケジューリングもね、やっぱ時差があるんだよな。時差ってのは、あの、時間的な時差じゃなくて、やっぱ降りてくるのがさ、末端の <laughs>、末端のペーペーまで降りてくるの時間かかるのね。 俺からこの後だこれやらしてくれ、これやらしてくるこれって言ってもあれ、リアクションさ遅いや。やっぱ末端のペーペンじゃ遅いじゃんで。中枢に入り込まなきゃいけない。俺にとって都合のいい行にするには、悲しいけどしょうがないな。自分の実力不足だな。ちょっと随時お知らせしてくね。ゼータの女チームが、バロか。ブラジルのトランスジェンダーチームにボロ負けされて、なんかさ、バロラントとかさ、に限らずさ、最近その問題多くないトランスジェンダーの男の子が、心が女の子の男の子、性別男の子が、 あれってさ、でもさ、あの、スポーツじゃねえからさ、正直さ、もう何も言えないよね。その大会見てないからわかんないけど。トランスジェンダーでレズビアンなんだ。ってことは、男に生まれたけど、心女の子で、女の子が好きなんだ。すげえむずくね、それ。<laughs> 何そのややこしい問題で。そんなこと言われたらさ、誰しもその可能性あるよな。<laughs> その可能性否めなくて笑う,笑う。俺もそうかもしんないじゃん。 でも、公式も許さざるを得ないよな。だって、何も言えなくない俺でも思うんだよ、別に。心女だろうが、別にさ、ゲームとさ、その辺の話なんて関係ないんだからさ、心女の子でも体男の子だったら男の大会出て、その仕事の後は別に、あの、女としていければいいじゃん。それダメなのかな仕事中も絶対に、なんかより複雑化して自分たちの立場を低くしてる気がする。別に何も咎められなくないもう今更さ、 なんかそのがめらんないよな。別に男の子の大会出てもいいじゃんね。それこそジェンダーフリーなんだから。女が男の大会出ちゃいけないルールなんかないんだからさ。単純に性別で分けた方が楽っちゃ楽だよね。ま、あでも企業的には難しいのかな。そういう、情勢的に。いや、女限定の大会を作ってもいいと思うけど、トランスジェンダーは別に、その大会に出る必要はなくない男の子の大会出て、別にあとはトランスジェンダーとして生きていけばよくない差別でも何でもなくない区別じゃない アメリカのトランプ大統領は性別は男と女の二つしかない。それ以外はないってさ <laughs> あいつやべえよな、マジでな。なんか、あの人さ、今お、なんか、女性絡みで裁判を起こされてさ、犯罪者になりかけてるタイミングで大統領になって、大統領任期中は裁判しませんって言って、なんか、なんかすごい、ね、自由の国だよね。やりたいことやってるよね。で、俺も、別に性別はお男性と女性だけでいいと思う。別に男に、男っていう性別で女で生きていけばいいじゃん。 またそいつが死体打ちとかゼータのマークスプレー打ちまくって煽ったりしてるから、ああ、なるほどね。海外でも炎上してんのでも幼児に対して性犯罪したやつは死刑にするって言ってめっちゃいいじゃん。<laughs> めちゃくちゃいいじゃん。トランプは一日だけ女と辞任して初めて女性大統領になるとした。<laughs> <laughs> あいつおも漏れえよな。<laughs> でもそれはさ、トランプが女だって言ったら女なんだから、それは世界が認めなきゃいけないよね。それこそおかしい話になっちゃうじゃん。 あいつマジでおもれーよな。あんなやつ大統領すんじゃねえよ。<laughs> あいつやばいだろ。<laughs> カリスマすぎないなんか。でも、アメリカ国民は、にとっては都合がいいよね。だって他の国のことだって考えなくていいじゃん。アメリカの大統領なんだからアメリカにとって都合の良い,いことばっかりやりたいじゃん。日本のさ、総理大臣もそうすればいいじゃんだよね。いや、日本にとって良い,いことばっかりやります。自国ファーストってやっぱ俺は、素敵だなって思っちゃう。商売人だよね。いやでも、 石原慎太郎が言ってたよ。うるせえよ、中国この野郎。パンダなんかいらねえから、尖閣会しやがれって言ってたよ。<laughs> あれぐらい、言えるやつやなきゃダメなのかな中国怖えーじゃん。でもちょっとやっぱ勇気持ってほしいよね。でもの、ドナルド・トランプの息子に対する、こうやって生きていきなさいみたいな、格運知ってる成績は絶対にオール A を取れ。酒は飲むな、タバコは吸うな、ドラッグやるなっていう。<laughs> あいつやっぱしっかりしてるよね <laughs>。成績は5以外俺は認めない。 A を取りなさい。酒なんか飲むな。タトゥーも入れるな。タバコも吸うな。薬物もやるんじゃない。それ以外をやれ。でもあいつ3回破産してる。いや、3回破産してるって言ってもさ、3回破産してあの位置にいるのがすごくない ?1 回のさ、まあ、ビジネスで運みたいなもんじゃん。運よく当たってそのまま成金で終わっていくみたいなやついっぱいあるけどさ、3回失敗してさ、這い上がってきてるやつってマジで実力じゃない何歳 ?70 くらいえ ?78 なのあのじじ 78であんなこと言ってんの <laughs> やば若すげえな。キングスリーグもクイーンズリーグという女性版があるけど、そっちのオファー来たら受けますけど、<laughs> それはさ、あの、女性がやった方がいいんじゃない俺み、あの、身も心も男だからさ。また俺が入るの違うでしょ。うわぁ、でもなんかそういう問題もあるんだ。ライアットめんどくせえだろうな、大変だろうな。わかりやすく分けちゃえばいいのにね。ダメなのかな文句やついないと思うんだけどな トランスジェンダーはチームに2人まで。いや、そのシステム良くないえトランスジェンダーをチームに2人までにしてくださいってルールがあるのそれはやめた方がいいわ。だったら入れ得くなっちゃうじゃん。それやめた方がいいよ。ゼロか別に全員 OK か。いや、それ意味わかんない。ね2人までって設定してるのがさ、もうそもそもさ、なんかおかしくない全部 OK にして、その全員トランスジェンダーだったらまだわかるけど、別に NG にしても俺燃えないと思うけどな。一回それ OK にしちゃったらさ、 それを撤廃するのってマジで無理だから、燃え続けるだろうね。強く言えないのかなまあ、それはそれですけど、別にそこを否定するわけじゃないけど、一応ルールとして、その、生物学上の女性オンリーにします。別にその人たちを、我々を非難するつもりはありません。男性の生物学上の男性の大会に出てください。我々は歓迎します。って最初からやればよかったね。そこに対する、その、思想の意図は全くありません。単純に分けてるだけです。トランスジェンダーの人がさ、女風呂 入れないのと一緒でさ、生物学上のってあいつらに通用しないえでも、生物学上、科学的なさ、分け方してるだけなんだからさ、我々が日本人であるようにさ、男は男、女は女じゃん。いや、俺はアメリカ人だっつってもさ、心はアメリカ人だっつってもさ、いや、まあ、それは全然いいんですけど、ね、その法律上は日本の、日本人なんで、いや、俺はアメリカ人なんだから、こう、パスポートは絶対俺アメリカの、 こっちから入るって言いやつ言う始めるぞ、俺も。いや、俺違う。俺はマカオの人間だって言い始めるぞ。めちゃくちゃなっちゃうぜ。大会での公平性より政治的なトランスジェンダー優遇の方がだ、優遇してるわけじゃなくてさ、さそもそもさ、なんか、これはどうなんですかって聞かれた時に、うんって言っちゃったんじゃない,いや、ダメですって言えなかったんじゃない難しすぎない <laughs> 東京住んでるけど心はアメリカだから、都民税払わないよともさ <laughs>。いやいや、俺はアメリカ人で、いや、俺シンガポール人で、ね。本当に心はシンガポールに置いてきてるから、なんで俺が日本に税金払わなきゃいけないんだよ。おかしいだろ。なっちゃわない。極論言ったら。いや、俺ドバイに住んでんだから心は。おかしいじゃん。なんで俺はこんな異国の地で一人税金払わなきゃいけないんだよ。ふるさと納税させろよ。 この話はめんどくさすぎるそうだよね。生物学上の性別で扱うと、心の性別を殺したことで、まあ、気持ちわからんでもないけどさ。別に男の大会に女として出ればいいじゃん。男の限定の大会はないんだからさ。それはなんでダメなの男の子の体で生まれた心は女の子だけど、別に男の大会に出ればよくない全然ウェルもムじゃない。男の大会ってないけどな。 お前が女だとして男の大会に出てくださいって言われたと思う <laughs>。いや、嬉しい。え、俺男の大会出れいんだって。だからレベル高いじゃん、はっきり言って。そこに挑戦できるんだったら嬉しくないだって、プロゴルファーでもいたよミ。ミシェル・クワンだっけ。あいつアンダーパーで回ったよね。いや、俺は嬉しいけどね。いや、勝てないかもしんないけど、俺はう嬉しいけどね。男も意識すぎる。それこそ真に認められてないてか、男の大会ってないんだぜ。相撲ぐらい。 だってさ、やってるときにさ、えこいつ女の子なのかなって思いながらやんねえだろ。頭狙ってんだろ、こうやって。なあ。こいつ女の子なのかなって思わなくない見てる方も。こいつ女なのかなどこなのかなって思わねえだろ。で、思う奴がいたらそいつが非難されるんだから、別に堂々と出ればいいんだよね。前にストロークの で、シンガポールの世界大会があって、梅原さん相手に現地のおばちゃんが、ホンダで接戦で戦ってた。<laughs> <laughs> 梅原サス現地のシンガポールおばさんクソおもれえじゃん、それ。クソおもろくない。何それ。百貨脅しじゃいってやつマジかよ。俺も梅原さんに、と戦うために、向上心コンボを開発したのに、先起こされたか。ホンダがいいね。ワンチャンありそうじゃん、ホンダ。 かつさ、高校野球の公式戦になんで女出るのに、別に女がさ、大会作って勝手てやればいいじゃん。それはさ、その、それこそジェンダーの問題じゃない誰も止めてないでしょ。それむしろ作ってほしい。女性プロ野球あるんだよ。てかちなみに。盛り上がってないだけで、別に、なんで、それこそ男の子がさ、用意してさ、お膳立てする必要はないでしょ。勝手に女がやればいいじゃん。誰も止めてない。でも、あれなんだよ。あの、体ってさ、もう明確に違うわけよ。 男の子は160キロ投げれるけど、なんなら170キロ投げるけど、女の限界で130キロくらいだね。日本のトップの小学生が出しちゃうわけよ。日本のトップの小学生って多分130キロぐらい投げるから、体できてるやつ。どっち見たいかってなったらさ、それはさ、スピードあったりパワーあったりほう見たいじゃん。例外もあるけどな。それを分けてあげないと逆に面倒なもんなら、って出れないと思うよ。かつ、オーストラリアの女子代表で145キロ投げるってばやばくないそれ バケモード100、女の子で145だけるの ?130 じゃないの女の限界って。145って、斎藤祐樹より早いよ。あば、俺もバレーボールは男より全然女の方が面白い。見てて。そういう競技もあるよ。フィギュアスケート、バレーボール、卓球もなんか正直女の方が見て,て面白いな。ラリー続くじゃん。パワーだけで決まんない。ゴルフも別に男女別にどっちもいいな。どっちも面白い。 でも意外と、そのミシェル・クワンが男子の大会アンダーパーで回った時って、そのフ,ェアフェアウェイ率1位だったんだよ。そのトーナメントで。だけどパ,パターが最下位だったらしい。意外じゃないパターの繊細さが男性の方が全然あったらしい。パターで決めきれずに予選落ちしちゃったけど、フェアウェイ率とか、そのグリーンに乗せる率はもう全然上位だったんだって。 パターで差が出るって意外だよな。なんでかわかんない。俺もその情報だけしか知らない。でもアンダーパーでもあったんだよ。個人差ってかまだ日本、世界のトップの女子だからね。いや、下手なわけでだろ。<laughs> 男子のプロリーグに出てるってことは、その年の、あの女子の世界ナンバーワンだよ。余裕で。空間の把握能力とかの差があるのかな ?2021 年に所属選手が0人になり、女子プロ野球がなくなっちゃったんだ。川端の妹とかもうやめちゃったんだじゃあ。 でも別に女が作ればいいじゃん。勝手に。誰も止めてなくないでもあんまやりたがんないんじゃねえかな。女子は野球を。こんな時代だけど女性らしさとか男性らしさ絶対あるからね。しかしビジネスなんだからさ、金になんなきゃ作んねえしな。ボランティアじゃねえんだから。しょうがねえの。遊びでやってねえんだもん。金払ってる奴が正義だからな。ぶっちゃけチアリーディングは女子に限るような、まあそうだね。女の子が踊った方がいいんじゃない可愛い子が踊ってる方が 盛り上がるしね。で、別に男のチュアリーダーいるでしょ。そりゃそうよ。えー、てか、あの、大山マジ,ジジャイアンツ来い。おもれえから。<laughs> おい、見返してやろうぜ。あのドラフトでさ、お前のことバカにした阪神ファンを。お前という男の偉大さ、俺はずっと通って、通いてきたからね。大山が一番すごい。大山が、大山だ、大山だ。近本も悪口言ってたよな。大山と近本はジャイアンツのおいで。ま、あソフトバンク行くんですけどね。 静かな環境でやりたいです。<laughs> やっぱ傷ついてたんだ、大山。ごめんな、同胞たちが。ソフトバンク行きなさい。な、ね。大山、松井と吉野本ファンらしいぞ。<laughs> おい、ジャイアンツ来いよなあぁ。いは巨人来ると思う。いや、巨人一番いらねえだろ。いにさ、4億円払うやついねえよ。ソフトバンクしか。<laughs> バンク以外4億払わねえよ。1億2000万だったんだいいけど。小林いるんや。俺、い好きだけど。 類似製品がいるんや、小林が。大城がいるんや。岸田がいるんや。一番じゃあついらねえよ。2割6分5本くらい打ってるぞ。<laughs> あの、いるんだってだからそういう選手がもう2割6分5本打てるやつが。なんだ、2割8分20本打てるやついるんだって、シーズン通して。巨人がバカだから使ってねえけど。加藤純一と大城干されてんの。で、大城1億2000万とかなんだよ。おかしいよなあいつ3億ぐらい渡してもいいよ。 今年の大城はひどくた別にね <laughs>、ひどくないんだって本当に !2 割5分4輪3本打ってんだよ。で、失礼率3割3分あるんだよ。セリーグでこれよりキャッチ上げてみろよ。守備がきついお前さ、大城のさ、守備の指標見てみろよ。で、ギダ21刺してんのマジで。意味わかんねえ。2割8分16本打ってんのに。肩もいいし。なんか肩悪い、リード悪いって言われてない <laughs> 悪くないよね 前半戦マスク被った試合で負けまくった知らねえ、大城以外だろ。<laughs> お前さ、俺、ちょっと前半戦見てたけど、あれだよ。他のバカどもが打たねえからだろ。キャッチャーが2割5分打ってんだぞ、お前。なんで大城ばっかその叩かれてんだよ。他のやつが打てよ、お前。大城いなくなったら暗黒時代よ。加藤純一が大城ファンのって <laughs> バカ、お前 <laughs>。お前、キャッチャーでこんだけ打てるば、こんなキャッチャーを FA したら俺、読売ファンじゃなくなるからね、本当に。 俺マジで、本当に来年から走りファンだからね。こんなキャッチャーいねえから。残留したって言うけどあいつ1億2000万だよ。でファーストやらせようとしてるんでしょ。ファーストだったら外国人取れよ。お前3割30本打てる。意味がわかんねえ。キャッチャーだから2割5分10本がいいんだろ。お前大城ファーストで使いやがったら俺ほんと読売本もしねえからな。意味わかんねえ。お前1億2だったら1億5000万ぐらいでてドミニクから2人ぐらい引っ張ってこいよ。意味がわかんねえ。キャッチャーで使えよ。 大城ファーストだとウズラ、プラス、ファーストウズラのどうでもいいよ。お前3割50本だよ。ファーカーどうでもいいんだよ、俺。守備範囲なんて後ろそわさなけどなんだっていい。大山来た場合の打順考えろ。一番面白いよな、そういう時がな。ちょ、最後にさ、大山来た時の打順考えていい来年の巨人の、まあ、来年も絶対優勝するんですけど、俺の言う通りにやれば。なぜか言う通りにしないから負けるんだけど。なんで言う通りにしないのじゃあもう分かった。じゃあ、大城ファースト使えたらもう山瀬使え。理由は俺が見てえから。 俺若手中だから。で、岸田は、第二キャッチャー。で、小林は、あの、ベンチで腐らせる、ずっと。なんかあった時の機械、控え補修。いろんないよな。異論があったら許さない。CS つまんなすぎて見る気も嘘だろ、これ。<laughs> 一番つまんないからね。クライマックスシリーズなくしてほしい。マジで。いらねえよ、もう。一番。いや、もうこれで、これで行く。来年はこれで行く。じゃあ来年これでマジで優勝する。これを、安倍が、やってくれたら、優勝します。いや、一番丸やめよ、もう。 脱却しよう一番丸から。一番浅野でいくわ、もう。決めた。打率。いや、いいよ。2割6分でいい。2割6分ま、10本と。10本、まあ、さ、まあ、40だね。浅野センターで行きます。丸ライトにするわ。<laughs> 一番センター浅野。ま通り、通りもさせる。10通り。理由は大谷ができたから。二番。セカンド。ちょっと頑張ってもらえますか。来年ちょっと吉川頑張ってもらおう。吉川来年2割8分絶対やってもらおう。2割8分10本ってもらおうわ。 決めた。取る重10してもらう。で失礼です3割5分。超打率。4割言ってもらおうか。3番、もうこっから大事。いや、坂本はもう上位打線置かない。大山行くか。いや、もう坂本丸は下位打線に置く。<laughs> 2番岡本、3番大山。<laughs> うわぁ、大山5番に置きて !3 番なんか絞り出してくんね。秋広行くか。いや、ちょっと秋広行くわ。 アキヒロどこ守らせるいや、3番お茶ゃ岡本の後ろに大山を置こう大山はマジで2割8分もうリアル2割8分20、え、まあ、でだ東京ドームだと25本言ってんだ。で、100打点はいくでしょ。通り0でいい。走らせんな。もう。失礼率が3割8、3割6分。で、超打率が5割。で、オピス、い <laughs> い強いいや、あの、読み売りだったら絶対行ける。岡本はもう来年爆発します。2割8分。 45本、135打点。取りゼロ。で、出率が3割8分、超打率が5割5分。いやー、ちょっと謙虚すぎるか全員2割8分わけ。いや、これリアルなところ。いや、坂本は、ちょっと待って。じゃ坂本は、ま、じゃあ坂本任せろ。坂本さん、いや、じゃあ大山レフトだ <laughs> ごめんな、阪神の時、大山、おめ外援、たらい回しすんじゃねえよって思ったけど、 じゃあ、レフトだ、大山。いや、岡本はダメ岡本は絶対ファストいや、ダメ岡本はもう固定いや、岡本レフトがマジで俺一番好きじゃないの。だったら岡本をファーストにする。ダメ。申し訳ねえけど、大山レフト。いや、大山ファースト上手いけど、岡本もめっちゃ上手いから。坂本のためにサード開けました。もういいよ坂本はもう2割5分でいいや。2割5分10本でいいや。で、ここに、ね、夢があるんですよ。8番、キャッチャー超声い、マジで。 どうよ ?2 割6分、10本、50打点。で、足くそ、足俺より遅いから。これでどうやって負けんのもうそしたら俺タバコ吸いに行かねえよ。いや、角脇をね、なんとかして、角脇、な <laughs> だ、と申し訳ないけど、岡本じゃあもうちょい頑張ってもらって、いや、だったら7番面白だな。2割2分でいい。3本ぐらい放っていいよ。で、30打点ぐらいしてるよ。 通り通り二桁でしょうかじゃん。いや、通りいや、あの、枠、枠の関係数でこう。失礼です、ストレス2割8分、長打率もう3割ぐらいでいいよ。<laughs> 近からずも遠からずも最終になるから。いや、あの、守備のこと考えたら、別にいい。こんぐらいでいい。お前、稼脇暇稼評価、いや、稼脇こんぐらいじゃない今年どんぐらいだった ?2 割3分ぐらいじゃなかったっけ ?2 割4、5分だったっけまあ、こんなもんでしょ。OPS593 だよ。だんだから、なんて、稼働、稼働評価してないじゃん。2割4分3輪、 ホームランゼロ。3本は打ってもらおう。<laughs> 失礼し3割いかれて舐めてる。<laughs> 確かにこれちょっと、いやでも2割2分だったら2割8分くらいだろうなで、ここに、ね、ヘルナンデス使わないのこれ。ここを、ね、アキロ使うんすよ。でアキロは今年の、俺にアドバイス聞いてきたから、あいつ爆発すんのね。2割6分、28本打ちます。来年。で、80打点。これどう クソ強くないもう取らなくさせない。これでいけ。来年。マジで。しんちゃんは。これどうこれどうよじゃあ、明日28本、将来 D に打てねえな。ここ20本にしよう。いや、15本にしよう。いや、これ打ったら、ぶっちぎりで優勝してるから。俺の、この思惑通りだったら、ぶっちぎりで2位と30ゲーム差だよ。こんなに隙のない、シームないから。なんで3番なんだよ。お前2メーターあんだぞ。もう2メーターあったら、 成績無視して3番だよ。2メたんだもん。丸は代打の切り札。だから、いや、丸を俺過小評価してるわけじゃないよ。今年も丸がいなかったら優勝してないし。でも、言ってね、2割7分8、人や、<laughs> 2割7分8人ホームラン14本。OPS7 割5分6厘。出る率3割、やっぱ出る率高いな、こいつ。3割6分、ち超大率3割9分6厘。で、OPS7 割零0.756だよ。これをさ、超えていかなきゃ、秋広が。 で、外野守備はもう終わってていい。理由は若いから。丸、吉川、ヘルナンデス、岡本、大山、大城坂、坂道だから。もう、大山取る前提じゃん、もう。で、リアルなところ、まあ、秋広出れなくて、ヘルナンデスみたいな。これやったらまだいいよ。ちょっと、浅野と秋広使ってくれよ。どうせさ、打てねえでさ、序盤打てねえでよ。まあ、一番、丸になってんだろうな、ここが。丸になって、吉川、ヘルナンデス、岡本、大山、坂本、大城、門脇だろうね。 朝のリアルにマジで使ってほしい。で、丸みたいな、もうね、あれだよ、老兵よ。36歳ぐらいね。あくまでも、サブで、ね。サブでやっぱ丸がいる。こいつらがダメでも丸がいるんだっていう、ポジションでいてほしい。第一選択が丸であるようなチームじゃ、もう巨人に未来はないよ。いや、坂本は3000棒打たせば俺は引退させないから。理由はパワープロで坂本使ってると1年で引退するから、意味わかんない、あれ。 コナミのな、なぜか坂本ーグ切るわけないじゃん、巨人が。もう3年連続。坂本すぐ翌年引退する。切るわけないじゃん。で、岡林が4000本くらい打つ。<laughs> 岡林を軽視してるんじゃなくて、坂本、あの、岡林がダメなんじゃなくて、坂本軽視しすぎ。岡林毎回3500本打つ。あと、紅林。なんで紅林60本打つの俺が配信外でパワプープルやってると、紅林いっつも参加を取る。70本くらい打つ、あいつ。 岡林と紅林。<laughs> 宮城が280勝したいや。それはいいんだけど、坂本引退早すぎない紅林。紅花油。で、岡本が45歳ぐらいまで活躍する。<laughs> それはいいオナニーができる。ずっと岡本、でも必ず FA する。岡本が巨人に残ってたことがない。ちょっと、安倍さん、来年これで一つよろしくお願いします。大山取りましょう。大山取って、 5番、大山。4番、岡本。5番、大山で。で、キャッチャーは、大城で行きましょう。大城以外、全員契約、せずに。大山は渡さねえよ。なんか、阪神ファンが、あの、ガチャが出てるけど、あの、大山の、あれ見たお前らのこと嫌いだったよ。大山が言ってんだよ。お前らのこと嫌いだって。うるさいって言ってた。で、ちなみにヒントとしては、大山は、松井秀樹と、高橋吉信ファンだってことは言ってくね。 <laughs> 金じゃなくて、お前ら阪神ファンが嫌いだから出てくるよ <laughs>。まあでも阪神ファンも別に悪い奴じゃないんだけどな。大山ととにかく会わん。悲しい顔してるもん、いつも。試合出てるとき。悲しい顔して守ってる。悪い奴じゃない、熱いや奴ないんだけど、嫌いなんだって。もう嫌いだとしょうがねえじゃん。合う、合わないがあるからさ。で、近本もちなみに悲しい顔しながら役やってるからね。なんでとは言わないけど。 デーブ、大久保曰く、大山本人から聞いたけど、阪神のことはめちゃくちゃ好きらしいぞ。阪神のことめちゃくちゃ好きで、金払いもめっちゃいいのに出て行こうとしてるってことは、その上積み全部なくすぐらい阪神ファンが嫌いってことでしょ嫌われてるんだって、お前ら。キモいの。で、金払い12球団の中でもトップクラスに良くて、ね、愛もあって、愛着もあって、恩もあって、出てくんだよ。これじゃ言わせんね。近本は淡路に会社作ってください。多分出てかな。<laughs> <laughs> そんなとこまで調べ上げてんのかよ <laughs>。もうさ、人質取んのやめろよ。ななんで人質取ってんだよ。まあ、近本は出ていかないだろうね。なぜか大山は、やっぱあの、ドラフトの時の記憶があるのかな。まあ、ひどかったっちゃひどかったもんね。でも、別にそんな恨んではないと思うな。その、恨み節じゃなかった。そいつらを見返してやろうって言って、多分さ、とんでもない才能があるわけじゃないじゃん、大山って。 めちゃくちゃ練習熱心なイメージあるから、泥にまみれて荒いタイプ。努力でなんか、泥臭く活躍してるもんね。成績も泥臭いもんね。大スターってわけじゃないけど、静かな環境でプレイしたいってっ <laughs> じゃあもうさ、阪神以外の11球団全部オッケーじゃん。<laughs> なかなかないぜ。目玉も目玉だぜ。阪神以外だったらどこでもいいんでしょ。全部静かだよ。いや、巨人もね、言ってうっさくないよ。もう昔みたいに、 あの、東京ドーム俺、やっぱ比較的行くから分かるけど、ぶっちゃけ巨人のファンなんかぬるいよ。阪神ファン、阪神巨人戦よく見にいるけど、あの <laughs>、レベルが違う <laughs>。やっぱ阪神ファンってレベル違うよ。なんかそう、自分と仲間にしないで。俺ジャイアンツファンだし、別に、俺阪神も好きなんだよ。巨人はメディアとか OB がうるさいだけで、ファンってめっちゃぬるいの。あの、2枠めっちゃうから、阪神ファンはレベル違うよ。 巨人って別に水道橋に飛び込まねえもん。あいつらだって土丼に飛び込むんだよ。大腸筋まみれの。頭いかれてんじゃん。いや、広島ファンもあったかい。めっちゃあったかいよ。巨人ファンもぬるい全然で。阪神ファンとそれ以外って感じ。イメージ的にはね。だ関西弁が強く聞こえる。でも、逆を言えば、阪神ファンが一番熱がある。野球に対して。ぶっちぎりで。阪神ファンは幸せだと思う。熱量がもう他とは違う。明らかに。 巨人、阪神戦で、巨人のさ、ホームゲームの東京ドームなんて、9割巨人ファンだよ。でも阪神ファン、うぜ、買ってくるからね、半分。5割阪神ファンで埋まるからね。結構、8月とか9月の、後半の、巨人戦の、ホームゲームで、巨人半分埋めてくるんだよ。東京の、レフトスタンドの、ま、20列ぐらいが、アウェイのビジター席なんだけど、バックスクリーンの半分まで埋めてくるからね。 多分他の球団でもそうなんじゃない阪神ファンがいなくなったら、あの、興行成り立たないよ。だから、なんか NPB も阪神ファンの悪口言えないはず。日本野球界がいなくなっちゃう。阪神ファンがゼロになったらね。でも、大山は嫌いなんだってしょうがないじゃん。<laughs> 大山お前らのこと嫌いらしいよ。うるせえって。ガチャガチャ。でも熱量はもう絶対12球台一番だよ。いや、大山巨人に来た時の巨人阪神戦見に来て、俺も矢印って、おい、阪神 てめえら大山応援すんじゃねえぞとか言いながら。応援すんじゃねえぞお前一人予想の選手はバカ誰かマジクソ矢じりて、阪神ファン超矢じりて。面白いけどな。とんでもないことあるよね。お前らのことは嫌いだから来たんだぞ岡本に満足できない巨人ファンが大山に満足できない。岡本に満足したやついねえよ。岡本様だろ、今。それ岡本叩いてるやつって巨人ファンの皮かぶった阪神ファンだったよ。絶対。 岡本叩いてる巨人ファンっていないから。岡本と坂本のユニフォームしかいねえって。ゼロじゃねえよ、そりゃ。だってもう、負けたら岡本のせいだもん。岡本ホームラン打っても負けたら岡本のせいだから。キャプテンなんだもん。あれ、顔つきがもう、なんか大人になっちゃったね。俺さ、最近さ、フルハウスのさ、フルハウスってみんな知ってるドゥ。ドゥドゥルドゥドゥ。デデドゥデドゥドゥドゥ。ドゥドゥ。 あの、フラーハウスっていうのがあって、ネットフリックスで。知ってる続編あるの今見てんだけどさ、俺昨日見てたんだけど小、子役だった子が、ミシェルとかさ、DJ とかが、今、そのお父さん、あのおじさんとかジェシーとかさ、その世代になって、続編やってんだけど、めちゃくちゃおもろいの。でも俺が見てたミシェルは、 7歳とかだったのに、声優変わらずに、大人の役として出てんのね、大人役で。いや、大人になったなっていう感情が今、岡本に。あのさ、横浜にさ、負けた時の岡本の顔見た。お前のせいじゃねえよ、と思ってた。<laughs> 他のや、お声のせいだよ、と思ってた、俺。あ、ミシェルじゃない、だあのー、ステファニー、ステフ。でも、ステファニーがさ、おっぱい出してんのね、胸元。いや、ステファニーのおっぱい、ちょっとやめてよ。 あの可愛らしいステフが。大山が巨人にうんのた合成写真メール送ったぞありがとう。俺ツイッターのプロフィール貼っとくわ。ハシファン煽るわ、それで。<laughs> あ、似合う似合うめっちゃ似合う似合うすごい静かに野球してるこんな笑顔な岡本初めて見た。おわ、岡本じゃない。大山。似合う可愛い。これが大山の真の笑顔か。 阪神を出る喜びを感じてるね。言ってほしい。静かに野球やらしてやれよ大山、阪神の4番は活躍したらすごく盛り上げてもらえるけど、翌日に打てなければ叩かれる宿命 <laughs> まあそれはどこもそうだな。巨人もそうよ。3割30本打ってもよ、叩かれるんよ。腹なんか打点を取っても叩かれてたんだから。<laughs> 384本打っても叩かれてたんだから、ホームラン。宿命よ、プロ野球の。ジャッジもヤンキースファン叩かれる、まあい、有名どころでやる。 宿命か。でもそれって、ただの罰せじゃないんだよ。お前ならもっとできるだろうっていう背景を忘れちゃいけない。小林打たなくても叩かねえもん、俺。でも、ノーアウト満塁で、岡本が三振したら俺もやっぱ思うもん。いや、お前は打てよって。でも小林だったら、次誰次代打誰って。小林8番だから。まあ、岡本さ、小林は三振するとして、次の代打誰いるって。見てないもん、俺。叩かないもん。重信いるって。<laughs> 小林って9番じゃダメだろ。 小林9番の次は何番が、え、1番ですけど、バカ野郎ベンチだよ言ってもらおうぜ。でも、小林だったら菅野の方が打つ。菅野と戸郷の方がバッティングはいいよ。バッティングに関してはね。右上の数字なんですが、これね、あの、来年の、あの、吉川の打率。まあ、大体2割6分4厘から二割な、これ1日おきに今推移してる。大体こんぐらい。2割7分5厘、7厘、2割6分6厘、2割7分5厘ぐらいかなっていう。結構リアルじゃない。 なんで小林って野球のセンスがないの <laughs> いや、わかんない。俺、俺たちからしたらそうすごいじゃん。プロ野球選手なんて。でも、プロ野球の目線だと、多分、身体能力が低いでしょ。小林だってさ、素人でもわかんない。スイング遅いな、みたいな。なんか、ブルーンって。まあ、リアルに高校生のトップ、トップぐらいの感じなんだと思う。身体能力ってしょうがないじゃん。生まれ持ったものじゃん。<laughs> でも今年小、小林今年は1割も打った、1割5分4厘だ。 なんで1割5分4人が叩かれねえだよ。2割7分な、27本の岡本が叩かれんっ意味わかんねえ、マジで。宿命だ、岡本。それあんな顔なるわ、こんな。見たあのベンチの前でさ、俺のせいで負けたと思ってる。で、小林ぼーっとした、の時こうやって。後ろで抜かれたのよ小林ぼーっとした、1割6分。1割5分の小林がぼーっとして岡本がこうやって、畜生悔しいぜって顔してた。みんなあの顔しろよ、な。なんでみんなあの顔しねえんだよ。 俺、な、泣きそうだったよ、マジで。岡本、お前悪くねえよ。あれ、バトルフェイスよね。マキが FA したら取りますかマキが FA して手上げないチームは、プロ野球が去るべき。今、セリフで一番いいバッターだから。優勝する気がない。マキ取りに行かないチームは、優勝する気がない。でもなあいつ来たらデスターシャーとかやられたらうぜえしなそれだけのヒゲとデスターシャー、NG だからっ、ね、て、嫁入りは。俺の目が黒いっちゃさせねえからな。これだから。 これやっせるから。あっちにする。横浜ファンだけど、ヤン嫌いだからね、でもさ、あのさ、桑原のさ、桑原のさ、あれ良くないシャーみたいな。<laughs> 俺あれ元気出るんだけど。あ、嬉しいって。元気なると思うんだけど。そこだけはやっぱ認めてあげなきゃダメだよね。打たれた側も、あー、やっぱ、桑ちゃん元気してんな。ベンチ前の。あれはいいでしょ。あ自分が大して打っていと時も出てくるからな。<laughs> いや、お前別に打ってないやん。お前に打たれたわけじゃねえんだけど。 なんでてめえしゃしゃに出てくんだよって思うのね。でも元気があっていいなって。明るくていいよな。お前そのポーズ半神がやってたやつって知ってる。だからその西岡がやってて怒られて、あの、封印したじゃん。だから興味売りに俺が逆輸入したんだって。半神が使わねえんだったらうち使うよって。グラティ。て <noise> からかのオーナーがいいわ。あれ相当切れもんだわ。金出して口出さないよって徹底してないあのねオーナー相当優秀だわ。やっぱそういうチームって強えよな。 そのさ、村毛とかのレベルだったらできるよ、誰でも。でも、野球だよスケール違わない頭もクソいいしな。<laughs> 鍋つね怪獣してる、確かに。<laughs> あんなさ、<laughs> もう鍋つでなんか人間じゃない妖怪だよ、もう。翻訳こんにゃく使わなきゃ喋れないんだよ、我々は。そう鍋つねさんを怪獣してるっていうのがまず、確かにエグいわ。参入したっていうのがすごいよな。なんかでも愛嬌もあるもんね、可愛らしいもんね。 あいったか可愛らしくないあの人。す、ちょっとさ、なんかす、好きにならないそのツインジルのが楽天で創設20年で監督が今回で10人目です。なんか、タオが、タオヤスシさんが言ってたね。もうちょっと見てやれよって。それはわかんねえな。内側を知らねえから。まあでも今へ切ったの確かに、ちょっともったいねえな。でも今へ安田塚はも、う <laughs> 今へゴミだったかな。 負けたら選手のせい。いや、負けたら選手のせいだろ。<laughs> お前さ、西武のさ、監督なんか誰やっても、いや、負けたら選手のせいだぜ。で極論言っちゃったら、優秀な選手集めない。フロントのせいだよな。だ俺、西武は本当にフロント悪いと思う。いや、タツも、まあ、みんな立浪叩くけど、俺は、中日は、運営母体が、もう旧石器時代すぎる。中日新聞の力が強すぎるわ。昭和の経営してる。不透明すぎる。 中日だけ。選手めっちゃいいのに。中日のオーナーがトヨタになったら、来年優勝すると思う、マジで。<laughs> 中日もしトヨタが参入してきて、経営権を持ったら、来年から、もうセリーグは中日の時代になると思う。絶対にさせちゃダメ。俺は中日チーム応援してるけど、あの、中日ファンだったら中日チーム辞めさせると思う。中日だって選手いいもん。強いもん、本当は。本気になれば。 ドラクエスかな、中日の悪口言ってねえでよバカどもがいつまで中日の悪口言ってんだ、よねえらてめえ。なんそれ、一個みんなに相談があるんだったわ。この前、ユリースからさ、マカをいるときユリースから連絡してきてさ、ねクライリックスが出れないときスクリーム出てくんないって言われて、あで、で、俺出る任せろ俺、仕上がってるよ。ジブできるよって言われて、あ、できるよって嘘ついちゃったんだけどさ、俺ジブできるよな。できるよって。相手全員プロだけど、ガチガチの。できるよって言った。 そしたら、いつも RPR はさ、LOL と笑うのに草生やしてた。20個ぐらい。一応俺を信じろって言ってた。バボーとオンミーだけ言うやつった。で、近々俺スクリーム出るから。チャンピオン取るから見ててね。ジブライトのほとんどやったことないけど。<laughs> できるって俺川崎胸乗りの、や、雇っちゃったの。キャッチャーできるやつ出るから。手挙げたのから、こうやって。試合に出、試合に出なきゃいけないからさ。爪痕残さなきゃいけないから。なになになにこれ、なにこれ。 何これやめて話しかけんな、今俺に。何来んな来んな、何これ。トロイま、あじゃあ言うよ。トロイぐらいだったらまあ、大丈夫でしょ。関わってくんじゃねえよ。同居。同居生活。飼いならす。<laughs> クレジットカード上抜かれる。じゃあダメ。<laughs> どうすればいいの <laughs> いや、何も見てねえよ。ちょっと、か田に連絡するわ、じゃあ。いや、俺だって昨日、 すぐ寝たよ。ファンザなんて見てねえよ。このパソコンじゃもう何も見てない。Windows Defender 起動しろっけ、okay。メールは見てる。あ、視聴者からのメールかななんて英語なんだよわかんない。<laughs> 助けたよ。まずこれ、最近これ何これ、これ何これ。ドラクエもデフォルト英語になってた。あ、確かに、あ、違う。なんか最近さ、これも英語なんだよね。ほら、この右クリックすると、初期化されてんのかな まあでも100%だから大丈夫でしょう。じゃねえっつってんだろ、てめえ出ていけ俺のパソコンから。出ていけ大丈夫。脅威を去った。get away!10 <laughs> 年前と全く同じです <laughs>。ウイルスが入っていると嘘をついて変なウイルスソフトをインストールされる詐欺通知。いやでも、マックフィー、マックフィーだよ。もしもしうん。うん。うん。 あの、消しちゃったからさ、かまた来たらやってくんね。あ、オッケー、はい。まあ、なんとかなるでしょ。慣れてるかちょっとよくわかんないから。昨日の配信で思ったんですけど、さすがに広告少なすぎませんかいいでしょ、それも。別に。忘れちゃうんだよね。今、時代に逆らって生きてて。最近、時代に逆らうことを、モットーとして。お前が広告少な、もう、ふんじゃねえっつってんだろ、てめえ 配信の広告に流れてるやん。俺も、これが出るたんびに押してやろうかな。今アマゾンにログインしたらクレジット抜かれる。ログインできねえやお前それマジでやばい。いやもう冷静に考えろ。最悪クレジットカード使用されたとしてもさ、いや怒ればいいでしょ。もうふざけんなよ、つって。その犯人捕まえ、と捕,捕まえてきて謝らせるもん。綺麗でよくない今ツイッターパソコンで開くとフォイみたいになるか気がするか開くわ。<laughs> 運営させるわ。<laughs> ツイッター俺開かないからさ、俺の代わりに運営させるわ。もう一つの人格として。で認めない。いや、あれ僕ですっていう。フォイがト,トランプでしょじゃ、トランプ陣営以外がいいな。できれば。対立派閥に行きたい。じゃ、俺ハリス、ハリス支持者の <laughs>、そっちつこうから、じゃあ。ファンが俺のグッズつけてるとぶん殴りだ、<laughs> ぶん殴りだけどだからさ、俺もう。風俗ぶっかましてぶん殴ってこうかな。 グッズつけてるやつ。で、危険にさらされてんだって、てめえがなんとかしろよ、バカ野郎。で俺に関わってくんだよ。てめえ、何十万も払ってんだからよ。なんで俺が頑張んなきゃいけないんだよ。てめえがなんとかしろよ。頭悪くねいこいつら。だよな。これ、トラ乗っ取られたらビル・ゲイツでしょ。こっちは今、胃もたれの方がやべえんだよ。ウイルスよりさ、こんなパソコンのウイルスなんかどうでもいい。最悪金抜かれるだけじゃん。俺のお腹のさ、胃もたれはさ、その大元 雲で言うところの頭がもがれるわけじゃん。ウイルスソフト入れずにガチンコで勝負してないじゃん。お前ぐらいだよ。負けたくないんだよね。俺。こんな奴らに。あれすれば、俺のツイッターが乗っ取られたらさ、企画やるね。俺でしょうか乗っ取りでしょうか企画やるわ。これ俺だと思いますか乗っ取りだと思いますかクイズやろ。正解は1年後だ。1年間泳がせるわ。これ俺だと思いますかそれとも乗っ取りだと思いますか答えは出さない。 トロイの木馬人狼。徐々に乗っ取りっぽいツイート、いつ乗っ取られてもいいように、徐々に乗っ取りっぽいツイートしとくね。加藤純一かトロイかクイズ。視聴者からのメールリンク開きまくるからな。もしもし。あ、なるほど。オッケーオッケー。カメラ向けしとくか。頼んだ。また。トロイのゴミが入ってきてるらしい。俺のパソコンにトロイじゃないです。なんか、あの、詐欺広告みたいなもん <laughs> <laughs> 俺さ、だって、ウィルスソフト入ってるでしょそうなんですよ。これあの、クロームの中に規制するタイプなんで。何それ、まあ、最近システムでそういうのがあるんですよ。どうすればいいのと、特になんかする必要はないんですけど。パソコン時代に入ってるわけじゃないんだ。そうなんですよね。クロームに入ってるんですよ。何それファンザのクッキーがすごいっすね。<laughs> ファンザの課金がすごいあク、クッキーがすごいっす。うん とりあえずこれで、あの、さっきのやつは消えたと思います。ありがとう、かまた。直した。もうこれでさっきのさ変なサイトから来なくなったしい。<laughs> い、こんな詐欺するの分かんないのマジでやばい。絶対変なエロサイト開いてよく分からないけど通知オンを OK 押した。<laughs> いや、多分俺このパソコンでエロサイト開いてないけど、なんか視聴者から送られてきたメールとかに入って、なんか、もういい、いいでしょって。まあ、ええでしょ俺さ、ピエルちを同、同棲してるからさ、 もうええでしょしちゃったんじゃないエロ広告なのかなさっきのつ通知先は違法アダルトサイトでしたので、加藤さんが違法アダルトサイトを閲覧中に通知をオン <laughs> そんなことするかな <laughs> 俺、違法アダルトサイトにこのパソコンでログインして、通知をオンって押すかなで、昨日まで出てなかったんだよ。俺、ファンザで買ってるのに、エロサイトには限らない。 このパソコンじゃなくても同じ Google グ、いや、俺昨日はオナにしてないもん。ちょっと楽しみ、オナに。見た目もうあれかな知らない人から送られてきたメールはさ、見ない方がいいのかな普通そういうもん。初めて開くサイトにアクセスした時に、通知をブロックするか許可するか、ダイアログが流れた時に許可した。リンク見ちゃいけないんだ。ニュースサイトとかまとめサイトでも出てきます。どんなサイトでも出る可能性あるんで、通知のオンマイルを提供すでもあれ、OK 押さなきゃいけないんじゃないの俺つ、そんなの全部ウェルカムなんだけど。 メール見てもいいけど、そっから URL は容易に踏まなだ方がいいです。いや、そんなの無理でしょう。同意しますかって言われてイエスでしょ。オフでいいんだ。会社でお前みたいなやつが変なメール開くせいてて、で、会社全体のメールにウイルスメールが入るんだ。<laughs> 賑やかでいいじゃねえかよ。お前1日に何件メール来る ?2、300件。お前さっきいちいち怪しい通知クリックしまくって開きまくってた。<laughs> なんなら、配信始まる前に、 おマカフィーだったら友達でしょつってなんか変なスキャンずっとしたんだけど。もういやめんどくせえから切ろうつって。切ってやめなきゃ。マカフィーって友達じゃねえのかなあれ騙されてたのかな俺。で、マカフィーって友達でしょさすがに大丈夫でしょマカフィー公式からマカフィーを語るやつがいるから気をつけろってあるんだけど、そんなことやるたらもう無理じゃん。語るなよ。語らせるな。偽マカフィーがいるんだ。鎌田がマカフィー消してるから偽も。<laughs> 急になんか言ってくんなーと思ったんだよね。急に。だと思った。ってか今までマカフィ使ってたのうん、使ってない。いきなり、なんか久々に訪ねてきたのかなと思った。宗教みたいな感じか。偽マカフィ。お前よく詐欺に引っかからないな。あの、俺、俺詐欺に引っかからない。物理的に引っかかれないんだけど、俺ま自分のさ、まあまあ、 いくばくか入ってる個人の口座とかはさ、動かせるけどさ、会社のお金とかを勝手に使えないから、俺。あの、暗証番号がわかんないから。俺からさ、騙そうとして何を騙すの俺何も知らないんだけど。俺、操り人形だよ。個人の情報、個人の情報ってこれ以上何を取るの俺から。個人情報。Google でチケット検索して一番上に出てくる詐欺サイトに1ヶ月、いや、あれ、あれぐらいはいいでしょ。しかもちゃんと届いたし。前日に。 詐欺じゃねえし。ただ値段が、値段が倍なだけで。お前の会社の口座はお姉ちゃんが管理してるのか、お姉ちゃんと税理士。で、たまに、なんか子供がさ、親からもらった貯金をさ、ね、今いくら溜まったって見るように、姉に LINE して、ね、今俺今いくら溜まった今こんぐらいですよ。すげえみたいな。<laughs> 税理士は口座管理してくれてるね。 だって、俺の確定申告するときにさ、このお金は何ですかってもう1から10まで全部チェックされるから。いや、管理する管理する。しなきゃダメでしょ。いや、それログインはできないよ。定期的にさ、領収書とか出すときに。いや、チェックして怪しいところがあったら全部つつかれるでしょ。そこ行かれたらもうあれだよね。終わりよね。決算書取って経費バランス見てもらったり相談してるって毎月な。だからなんかおばちゃんが取りに来るんだよ。 弁護士は一応いるけど、俺の弁護士なんて働くこと全くないでしょ。何すんのめいるってか、俺の顧問弁護士じゃないよ。相談できる先生いるけど、な、何すんのよくわかんない。ふるさと納税の仕方もわかんない。やめた。エイペックスのプッシュトーク用のペダルカードで人買ってくんないなんか買い物するときにカマタに頼んだけど、ゲームとかは会社のカードで払われるだろうけど、酒とかタバコって後から選挙。いや、俺が、なんか、なくなったら教えて、っつって。 俺の財布を鎌田が持ってる。定期的になんか補充してる、そこに。鎌田も自由に使える。じゃ、一応自由には使えないけど。<laughs> 使っててもバレないんじゃない <laughs> 言うんじゃねえぞ。使っててもバレないことに。グミとか買っててもバレないけどね。ドラクエ3結構不評らしいけど、加藤さんはどう思いますかどういったところが不評逆に。あ、マップが回転できないとか ?3D になってんのに、 マップが回転できないみたいな。ストアページ。まあ、それは確かにあるね。マップ回転できたらよかったなって。でも、なんかあれ意図的なんじゃないかな。PS のドラクエ4の時点でできていた機能を消したっていうのはなんか意図的なんじゃないかな。あ、そっか、3D じゃないのか。2D、3D みたいな。HD、2D。回転するように作ってないのか。あくまでも 2D だから。かなり料理メイクだと思うけどね。ストアページでどうやっていくんだっけ レビュー一人のフレーがこのゲームを欲しがって、お前買えるだろ、おい。欲しがるな。えてかレビュー500件しか付いてないの買ってやろうかな、俺が。レッカリメイクです。ドラクエ3がやりたいなら、スマホ版などの SFC ベース移植版をおす,すめします。オルテガイ勇者の方にフォーカスをつした追加シナリオ、これネタバレなような。追加シナリオが若干あるものの、他部分がひどすぎます。視点移動できなくて見にくいフィールド。ボイスなしのテキストが挟まるたびに止まる自動再生。 コマンド選択の時に背中を見せるだけで動かない勇者たち作りかけテ,テスト不足でリリースしたとしか思えませんリメイクと目打ってますがリマスター未満の何かですだってって思う人もいるのいるのかなロマサガ 22RS がリメイクでの出来が良かったため購入したが買って公開無駄なフルボイスがテンポ悪いしまあ確かにゆっくり読むねセリフが昭和なの,のも相まってボイスで聞くと寒気がする <laughs> まあでも26時間やってるから 的を得てるのかもしれないな。もともとストーリーでないゲームに打足なフルボイスが改造シーンでテンポが悪い。フィールド街など見にくい。視覚が増えてアイテム開始でイライラする。カメラ移動ができないのに視覚にイライラする。フィールドが奥行きつけた表示なめ、キラキラの把握ができないため手前に戻る必要がある。奥が見える。海のエフェクトがキラキラしてるからキラキラポイントが見,見にくい。秘密の場所がフィールドに溶け込んでいて判別しにくい。奥行き表示なのも相まって探索でイライラする。 ダッシュしてるのか、してないのか分かりにくい。オートダッシュ固定でいいのではダッシュも倍速くらいでちょうどいい。フィールドが単調化されているため、移動中に寝落ちしそう。船の加速に完成入れないでほしい。ロマサガでも思ったが、走り出しが遠い。忍び足が切れるだけでもう速度リセットイライラ。死にアクセ死に性格が多すぎ。まあ、自分にとってなんか確かにそういう都合の悪いことあるのかもしれないな。この人たちってさ、どこからドラクエ3やってんだろうね。スーファミぐらいからやってんのかな スマホでやってんのかな単純に気になった。いや、あの、イライラするっていうけどさ、あの、当初ドラケーやってたらさ、うわ、すげえ走れると思ったのよ、俺。走れる走れると思ったの。でも、スーファミのドラケエ3って、スタンダードの速度めっちゃ速いじゃん。うまいこと、いいバランス取ってるなと思ったんだけどね。6から速くなった。俺でも、船見つけた時に、確かに、あちょっと遅いと思ったので。 スタートが、まあ、それのさ、カーソルを加速みたいな感じで、うーっていくの。でも、リア、それは自分の責任だなと思ったの。別にゲームってそうだよなと思ったの。<laughs> 全部自分にとっては都合のいいゲームって、存在、夢だな、そんなのと思ったのね。で、5秒で慣れた。そりゃそうだよな。こういう不自由さも必要だよな。作れねえわけねえもん。冷静に考えたらな。早くすればいいだけだもんね、速度ね。 あんま気になんないけどな。俺。それ以上にいいところが多すぎる。頭おかしい YouTuber が魔物使いのせいでバランスが崩れてゴミって言ってるけど自分で楽しく遊べるんで本当だな、お前。魔物使い。<laughs> 俺5人殺されてるんだが。お前がの遊び方が下手なんだろう。やれよ。強くねえよ。すぐ殺されてるよ。木の実どんだけ俺が使ったと思ってんだよ。で、殺されたらもう使えねえんだぞ。5人殺されとるんや。海の広大さをアピールしたかったんだろう。多分マジそうだろうな。海って広いんだよ。あの限られたフィールドの中で、 スーって移動できちゃったら海の広大さを表現できないから、距離感変えずに海の広さを、と、ね等身変えて、海の広さを多分アピールしたかったんだ。お前、さすがだ。そうだ。でも今ちょっと読んだのは、あのダメなレダメだよって言ったレビューだけで、いいレビューの方が多いよ、絶対。今、勤めて読んだからね。少数意見ね。もちろん、ほとんどの意見は、いいよ、いいよ、いいよ、だったよ。いいね、だよ。まあ完全な、やっぱヌルゲーなんだ。まあそうだ、レベルアップのために全回復とかってしなかったもんね、前ね。 こいつ多分あれだな。あのファミコンドラクエ3をやってた世代だね。もうファミコンドラクエ3きつすぎるもんね。序盤も。まあ、その辺のバランス作るのむずいんだろうな。値段いくらだっけ ?7、8000円すんだっけこれ。いいゲームでも高えは高えな。7、8000円。昔のゲームなんて5000円だもんね。でも遊び方によっては難しいよ。遊び方によってはな。それはやり込んでたら強くなっちゃうよな。レベルクソ上げて、転職しまくったら、それは苦できるわ。 なんか、ちょうどいいラインを探したんじゃないでも、おもろいよ。めちゃくちゃ。めちゃくちゃ面白いと思う。初見の人も楽しめんじゃねえかって、思います。もう俺はでもなん、だってドラクエ3って言われただけでもう条件反射でおもろいって言ってるからな。でもドラクエ6のリメイク多分俺面白くないから、なんか、好きなツボがあるんだろうね。いや、俺モンスター仲間にできないのが悲しすぎる。あとドラクエ4の、 DS のリメイク好きじゃないから、グラフィックが好きじゃない。だからわざわざ PS、プレステでやったじゃん。配信を延期してでもやめ、やめたのね。なんか理由わかんない。なんかドラクエ4、なんかやめたんだよね。プレステでやったんだよね。なんでだろう。いや、配信上の都合だ。2画面でやりたくなかった。ちっちゃい画面で。これ縦に並べて。横の4対3でやりたかったんだよね。それは配信上の都合かな。ダイパのリメイクって俺やったっけなやってなくない なんか、レッツゴーピカチュウみたいな絵のやつだよね。俺でもリメイクオラスとかもやってないよ。え、やったっけオラス。人生縛りやってたんだっけ大悟に負けてたあ、めっちゃ最後じゃん。クリア寸前で殺されて負けたんだ。<laughs> そうだ。ぼっぼあの、メタグロスにボコられたんだ。クソ強かったあいつ。森に消えていったんだよね。ドラクエ5のリメイクだったけど、なんかもうドラクエシリーズリメイクされすぎてわかんねえわ。 3は、ファミコン、スーファミ、スーファミ以来のリメイクあ、なんか、スマホであるのか。ゲームボーイ版もあるっけはぁ Wii とかスマホとか GB もあるんだ。5は PS2、スーファミ、てか5からス、スーファミか。いや、4は、ファミコン、5からスーファミだよね。DS、移植か。ドラクエ5ってさ、一番最初ってスーファミ だよね。俺覚えてるもん。あの、親戚のお兄ちゃんがやってたの。小学校低学年だったんじゃないかな。沼っす。で、ドラクエセブンは中学校の時に、な女がやっててそ、多感な時期だからさ、一緒にやろうかとって言われて、それでちょっとなんかエッチな女で、なんか、ちょっとなんかチンチンとこうやって触ってくんな。<laughs> それで集中できなかった。もう、ドラクエセブンって聞くと、 生を連想されちゃって。あれ、中2とか中3だったんじゃないかな。チンポビチャビチャになりながらやってた気がする。全く内容覚えてない。忘れられない思い出になってる。で、その次にやったのが配信。1年かけて全クリした。あれ、長かったな加藤さんが嫌いな女の特徴ありますかなんか言って逆に。俺が嫌いそうな女。俺の嫌い、そうな女、ランキング。あ、男が嫌いとか言ってる女はもう、が、もう嫌い。 なんで向こうが嫌いなのにこっちが好きにならなきゃいけないんだよ。こっちも悪口。でも、逆に言うと好きなのかもしんないな。こっちも悪口言えるから。楽じゃないあと、こういう男はダメだみたいなのを語ってるインフルエンサー、<laughs> 全般、いるでしょ。いや、田中みなみとかぶ全然ごめん、違う、ね。こういう女男はダメだみたいな、具体例が出てこねえ。何、ゼニガメって。そういう人がいるの 田中みなみも男はアだダー交って、いや、正直田中みなみが言ってる分にはいいでしょ。もう、白肌、そうですね。いいからちょっとおっぱい触らせてくださいってなっちゃうじゃん。<laughs> それ、しょうがないんだよ。諦めるしかないんだよ、もう。勝てないの。色欲に勝てないじゃん。でも、そういうやつを模倣して、言ってるやつゼニガメ系女子。な、なにゼニガメ系女子って。てかさ、そんなクソ女どもにゼニガメの名前使うんじゃねえよ。なんでゼニガメ系女子っていうの 顔が似てるからさ。<laughs> そういうことでゼニガメ可愛いじゃん <laughs>。あの三匹中だったら、ルックスだけだったら一択なんだけど。ゼニガメでしょ目パッチリしてるし。バーンカメックスにしろ。あ、ゼニゼニ言ってるから。お金お金って言ってるから。お前って高い税金払ってるのに国に払ったのなんかさ、俺最近気づいたの。昔さ、金持ってない時にさ、金持ちがさ、ボランティアとかやったりさ、その社会福祉とかに貢献してるみたいパフォーマンスだろうなと思ったんだけど、で、昨日なんか風呂入りながら、 なんか、このまま、ゼニー持って、死んでいくのもったいねえなと思って、嘘じゃなと思うじゃん。で、シャワー浴びながら、なんか、このお金何に使おうのかなと思ったら、病院って言うじゃん。病院か、障害者就労施設作ろうと思ったら今俺。<laughs> 社会貢献したくなる。これ理由が分かった。自己肯定感をもっと高めたいから。俺はすごいんだ。俺はこんなにもいいことし,たいしてるんだ。どっちか立てます。 これは俺の使命だ。勝手になんかシャワー浴びながらか、かっこつけながら、こうやってやってた。<laughs> やっぱ今は社会福祉だよな。これからは社会福祉の時代だよな。マジレスすると金持ちがボランティアだの福祉だに投資すると、払う税金の量を減らす。<laughs> 払う税金の量を減らせるってかさ、所得が減るからさ、払う税金の量が減ってるだけで、払わない方がいいよ。<laughs> マジで <laughs>。払わなければ、もっといっぱいもらえるんだよ。結局払ってんだよな。 障害者施設はほぼ税金だから資材を投入するしか成功の方法はないぞ。もうすべてそうじゃない。お前がそうやって福祉を高めるから無能どもが働けるようになって生産性の低下や無駄な税金の増加につながるからやめろ。分かった、やめろ。全部自分で貯めて、あの、キャバクラとか風俗とかに全部使うわ。やめた。病院はオナニーだから建てるね。40か41の年に建てる。あれもう俺の趣味なんで。場所今探してる。名前は加藤淳一。 病院。病院はクソ儲かるやる。バカお前、儲かるわけねえだろ。<laughs> 儲かるわけねえだろ。トントンや。よくて。委院長、俺が医者だったら儲かるよ。お前医者に月何百万も払わなきゃいけねえんだぞ。<laughs> ギリギリや。医者がボランティアでやってくれるんだったら儲かるけど。赤字や。潰れまくりや。しかもさ、配信者っていう強み全く使えないじゃん。美容院とかって正直さ、広告、 当だからさ、みんな来てくれるじゃん。みんな俺病院立てたよって、うん。じゃあ病気になったら行くねってならねえじゃん。<laughs> ちゃんと真っ当なさ、刑事を添えてさ、金だけ出してさ、ナニーしなきゃいけないからさ。しかも俺精神科とか立てないぞ。内科立てるからね。内科のクリニック。結構厳しいんじゃない調べてるけど。だから今、高須ミキアみたいな髪型してんだよ。今俺。そういう理由だよ。あまりにも高須と一緒じゃない髪型は。 おかしいと思ったでしょ。なんでないかなの。なんか人の命が一番直結してるから。美容クリニックに興味ないし、でも外科ももう大事なんだけど、総合ないか。それか包茎専用クリニック。それか眼鏡。ほんに。特化しすぎるの、まあ、でも特化した方がいいのかな。わ、ま、か、あ、んねんけど。まあ、その辺。今金なくて病院行けねえんだけど、緑色の下痢が止まらず、いや、あの、あれだよ。救急車呼んじゃえばこっちの方でも。 だって、なんてさ、あと5、5日払いだから、しかも全部さ、社会福祉士がやってくれるから大丈夫だよ。行った方がいいよ。救急車でいいよ。つか俺ね、ナオクも俺が、ね、税金払ってて、国の予算でやってんじゃん。俺が許可するから救急車でいいよ。ちゃんと病気だったらね。で、お金ないんですけどって言っていいよ。でも、ジュンがいっぱい税金払ってるから、で、ジュンが行けって言ったから行きましたって言っていいよ。なんとかなるから。いっぱいだよ、そんなやつ。あの、お金ないんですけど。 お金ないんですけど、じゃあ帰ってくださいって言ったことないから、真摯な申し訳なさそうに言ったら、いけんじゃねえか。ただ俺は、患者だぞとか言ってたら、あ、すいません、今うちいっぱいなんでって言われるけど、<laughs> 申し訳なさそうにすいません、ちょっと、今手持ちがなくて、なんとかなるって。後日払いますで。胃潰瘍ができるメカニズム何なんだろうね。胃液の過剰分泌とか,かな。あ、ピロリ菌か。あと、設備ってどれくらいかかるの脳毛とかだと1億円くらいかかるんじゃない 昨日東京駅行ったらリストカットの後消しますって広告がこ、あって怖くなった <laughs>。いや、1億円ぐらい経つよ。意外と、クリニックはね。いや、病院建てようと思ったら2、300億円かかるよ。田舎で総合病院建てようと思ったら2、300億円かかるよ。でも無理よ。医療従事者時代、お前生活保護のやつ嫌ってた。から嫌ってたってか、俺の中で優先順位低かったよ。だって普通に税金収めてるやつと、生活保護のやつが来て、同じ条件だったら、いや、普通に働いてる人を助けましょうよってなるでしょ。人間だったら。 で、別に普通に来たら何も分け下手でなくやってたけど、それはそうだ、優先順位はあるよ。二人死にかけてたら金払ってる方助けるでしょ。みんなそうじゃない俺だけじゃなくて。ロボットじゃねえからさ。あと、やっぱり、受け入れないとかあったよ。政府の人は今ちょっと受け入れられないです。余力を残しておくために。なんでそんなに弱者に厳しいんだろういや、優しすぎない <laughs> 保険料ただってさ、優しすぎない俺いくら払ってんだろう 殺されないっていうのはすごい良いことだよね。優しすぎるよな。異常に優しいよね。甘い。すごい。昨日のよく集まってた。<laughs> あれもうしょうがないよね。死ぬべきはフォーイだなと思って。あいつもでも納得した顔した。うんって言ってた。納得してた。お前生活保護受けてるやつ全員不正受給してる。いや、いや全然思ったよ。うち、お姉ちゃんが社会福祉士だったし、病院で何人もいてるけど、いや、普通に、 どんな真っ当な理由があっても、政府の人と政府じゃない人がいて、同じ条件だったらこっち、俺、校舎助けるって。<laughs> しょうがねえだろ。国が回っていかねえじゃねえかよ。で、そっちを助けないんじゃなくて、すごい真っ当な理由があっても、俺は校舎助けるよ。仕方ねえよ。不正事給なんか論ずれは出しない。持ってんのほうか。友れになっちゃうんだよな。てか、その人たちを支えてるのはその人や。<laughs> じゃん。何人ぐらいいるんだろうね、今ね、生活保護の人って。 何人くらいいるんだろうね今。200万人なんだ。そんないなくない ?203 万人もいんのえぐ。国家予算で1200億円。生活保護に払ってんの ?1200 億だったらまあええやろ、まあな。でもいっぱいできることありそうだよね。でもさ、ホワイトヘアードデビルが起こると思うよ。桜木くん、それは2点分の働きじゃないんだ。4点分の働きなんだ。 マイナスだけじゃなくてさ、本来そこから生まれるだろう、プラスの分も減ってるから、安西先生が怒ると思う。1200億円じゃねえぞ。ビクってなると思う。俺はさ、生活保護もらったことないんだけどさ、どういう理由でもらえないのまず。どういう理由で働けないことが多い一番最もな理由は病気鬱精神疾患高齢者障害障害ってでも別にさ、政府じゃなくてさ、 別のものもらってるでしょ。疾病によるが42.8%も多く。ついで、働きによる収入の減少喪失が19.5%。貯金等の減少喪失が14.8%。これね、何が難しいって、例えばさ、精神病の方って俺もいっぱい見てきたけど、確かにあるものなのね。辛いの、絶対。辛そうなのだ。目に見えるものじゃないから、ヘイトが溜まるわけよ。打つってさ、めっちゃむずくない 俺、うつなんだよ。つってもさ、風ってさ、なんか、風ってすごいさ、あやふや、めっちゃあやふやなのに、分かりやすく症状出るじゃん。37度5分今あって体がだるくて、咳が止まらなくて、みたいな。うつってさ、その、写真じゃわかんなくなる写真っていうか、その症状だけじゃさ、医者のさじ加減じゃん。医者の。で、俺が今、あの、演じたらうつを演じれると思うのね。多少、病院に行って。でそういうやつがいるせいで、 多分、なんかヘイトがすごい溜まるんだと思う。だけど残酷なこと言うと、なんか、置いていくしかない時代に来てるかもしれないね。本当に。友倒れするぐらいだったら、ある程度切り捨てていかなきゃいけない。まずは、でも日本人を救わなきゃいけないじゃん。海外の人に生活保護を出さないとかは、やっていいんじゃないガチで。そんな余力がないでしょ。今。日本人助けるべきじゃないんで、 ヘイトが来たら、すいません、じゃあ出てってくださいつってって、出てかせるしかないよね。しょうがないよね。お国で頑張ってくださいもうそれしかないじゃん。で、無理だったら、だんだん日本人も、いや、こいつはいらねえだろってやつから、どん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 、切り捨てていく。今のこの社会制度を維持するでそれしかないんじゃないそれか全体的に引き下げるか。嘘ついてる不正受給者どんどん今日絶対いるよね、まだね。 まあでもゼロにはならねえのか。だから、俺は、こんなこと言ったらまたちょっと語弊があるけど、ちゃんと、もらってる人ともらってない人は区別しなきゃいけないから、絶対に、優遇されるべき。もらってない人は。じゃなかったらみんなもらえばよくねってなるから、俺は精神的な感じ、感情として、どっちか助けなきゃいけないときは、らってない人を助ける。ようにする。 そっちを助けないわけじゃなくて、比較したら、もらってない人が優遇されるような社会じゃないと、多分なくなっちゃう。<laughs> 国が滅びる。だよなしょうがねえよな。だか今実際そうでしょ。だから政府もらってますって貰手てあげていけないでしょ。でも優しいんじゃないだから一個も気になるのは、私シングルマザーなんですって,って、いや知らないって思っちゃう。<laughs> それは、俺たちが別れさせたわけじゃないって。いろんな理由があると思うよ。わかるけど。 それはでも俺たちにはちょっと関係ないって思っちゃう他人だから。いろんな理由があってさ、同情はするけど、ちゃんと、あれしてほしい。説明してほしい。少子化になるかないやでもさ、絶対さ、旦那のこと大っ嫌いだけどさ、子供のために別れてな、ね、いママとかも同じこと思ってんだろ。<laughs> ふざけんなよ。私だってさ、こんなゴミと一緒に暮らしてんのに金のためにって思ってんだろ。<laughs> 女性側の意見じゃない。俺結構ママ大事派だからさ。ママ尊敬派だから。 東京と世田谷区20代の一人暮らしを想定すると受け取れる金額は13万ぐらい。ええー、ま、あじゃあギリギリか。東京だったらギリギリだね。てか、あの、生活に困窮してるやつが世田谷まず住むな。まず。世田谷って結構比較的高えだろ。住むな。世田谷に。しょうがねえだろ、それは。自分の都合はないでしょ。そこに。<laughs> 田舎で自給自足しろとは言わない俺。<laughs> 田舎で自給自給、自足しろ現物支給にしろとは言わないよ俺。 もうちょっと安いところでさ、住もうって言ってるだけで、田舎でてめえ大根作れよ、の野郎でっかいニンニク作れそんなことできるんだったらでもさ、働けるだろ、普通に年貢じゃん。俺はそうは言ってないよ。世田谷しんどいだろ。高いでしょ。税金収納を貯めてるやつが、病院や保育園利用とかすると高い金額払わされるのクソじゃん。いや、それはまあ、ねしょうがないじゃん。なんていうっけ、そういうの。ドアセンしちゃった。稼げば稼ぐだけ税率が上がっていくシステム。 あれ、うまいこと作ったよな累進課税、かな。なんとも思わない、別に。しょうがねえだろ。でも55%取られたらモチベの、いや、だからさ、法人化したらさ、そんなに、取られないからさ。粗品を払ってるらしいけど、あいつバカだから。<laughs> ダサいっていう理由で55%払ってるらしいけどで。物価も安いしな、日本って別に。暮らせるからな。最近高いよ、高い。じゃ、物価が高いんじゃなくて、所得が低いんだよ、日本の。海外行くと思うもん。 日本って物価安いなーって。所得が低いんだよ。釣り合ってないだけでさ、給料上げてやればいいのにな。海外のマックのハンバーガー2、3000するお前ベガスとか行ってみろ。ビッグマックのセット7000するぞ。<laughs> 7000するよ。ビッグマックのセット。意味わかんねえよな。50ドルするぜ。ちょっと大きいだけ。マカオは物価安いぜ。日本とかあんない。それを日常的に食えるだけの収入がある人はあるんじゃない だ、なんか大学生とかが1ヶ月バイトで、ため、なんか本気出したら、だいたい5、60万貯まるらしいよ。海外旅行行こう、つって。せちがいよね。でもやっぱ格差ひどいよ。マジで。格差が。貧困、貧富の差が激しい。日本ってあんまり貧富の差ないじゃん。貧富の差、なんとか、なんとか <laughs>、みたいな感じじゃないアメリカはなんかこうなってるけどさ、なんか、持ちこたえる系の国家じゃん。俺言ってんのが比較的さ、 その冬、ね、富がある国家行くからさ。でも明らかに日本との差はなくなってきてるな。昔は韓国3分の2のイメージだったのね。ほんの2、三20年ぐらい前。タイは3分の1。今韓国と日本の物価って変わんなくないメキシコの方が日本より物価高かったね。バンコクにはもう負けてんの悔しいね。今はタイ人が日本安いから旅行に来る。ええー、逆転しちゃったんだ。悲しい。 悲しいす。東南アジアの人が日本の女を買いに来る時代になった。<laughs> うぜえな。日本人なめんじゃねえぞ。まだ日本に俺がいるんだぞ。やばくなったら出ていこう。<laughs> やばくなったら金だけ持って出てくわ。で言うわ。ドバイに住んでひげた、ひげ蓄えて。お前らまだ日本住んでんの冗談だろって。いや、中国人はちょっとえぐいわ。中国人のさ、大金持ち、マジで、桁2個違うからね。 あ、なんなほんとに。な、なんで金持ってんのあの中国のさ、富裕層のやつって。で格差えぐいよな。不動産バブルなのかなその分下もいるのか上ばっか見てるからかな貧困層はえぐい中国って。日本より格差でかいよね、絶対ね。まあ、そうやって考えるとやっぱ、日本は豊かな国なんだなって思うけどね。上がすげえのかやっぱマカオとかでさ、見ちゃうとさ、 なんだこの金持ちって思っちゃうんだよね。嘘って思う。普通1億円こうやって持って歩いてる。変なババアがみやこさんがベース弾くとき。本当だよ。1億円こうやって持って歩いてるんだよ。あの家事の中で。換金するとき。首の座ってねババアがうちの知り合いの中国人1000億資産持ってるよ。<laughs> え、こうやって持って歩いてるよ。 銀行行くときこうやってわしてる日本が10からマイナス10だとしたら中国は100からマイナス1まあそうなのか。日本と海外それぞれ良かったとこ教えてほしいです。えっ、ー、とね、海外は、あのね、人付き合いがしやすい。俺は。これ性格的な問題なんだろうけど、人付き合いめっちゃしやすい。まあ俺が観光客だっていうのがあるかもしれないけど、もうストレートでいい感情が。はっとか、はっとか、なんか <laughs>、わかりやすい。めっちゃ。 わかりやすく今差別されてんなーとか、わかりやすく今ウェルカムだなーみたいな。受け入れられてねーなーとか、受け入れられてるーみたいな。い全然ある、全然ある。日本に比べたらな。お前チャイニーズって言われたことある。俺先日も言われたよ。マカオのホテルで、中国語で喋りかけて、uh, I'm sorry, I can't speak Chinese. English or Japanese please って言ったら、あほ、you, you look Chinese, you look, you look like Chinese って言われて、Yes, of course って言った。 俺中国顔してるらしい。いや、お前だろ、中国人は、と思った。高須勝也みたいな髪型してるらしい。なんか多分人付き合い、冷たいドライ多分、海外の人って。日本に比べたら。あの、マカオとか俺住みやすいもんな。かだから <laughs>。めちゃくちゃドライ日本は優しい。国民が。上べ優しいからこそそのギャップに苦しむ。日本人って陰謙だよとか言うじゃん。陰室だよ、みたいな。じゃなくて、 建前が上手すぎて、そのギャップで陰室に見えちゃう。う、上が高い。本当に。コンビニとか、飲食店とか行くとマジで思う。内面を隠すのが本当に上手。あ、でもメキシコめっちゃ人優しかった。スペイン語が喋れなくて、困ってたら、普通に女の人がつカつカって歩いてきて、私は英語もスペイン語も喋れるから、何か助けましょうかって2回言われたんだよ。違う人に。おじさんとおばさんに2回言われたんだよ。別の場所で。 で、俺はメキシコ怖い国だと思ってたから、おい、こいつらマフィアじゃねえだろうな。これをケーキに俺を連れ去るつもりじゃねえだろうな、と思ったけど、頼んだら、普通に同時通訳して、頼んで、スイって言って帰ってた。<laughs> めっちゃ優しいじゃん、こいつら。スイって。金取られんじゃねえだろうな。あんましなくない日本人って。でもそれが日本の良さでもない。上辺がすごい。取り繕う。でもさ、取り繕わない。 人は撃たれていく、いくじゃん。<laughs> なんかどんどん <laughs>。だからみんなそういう感じになってくるねで。こんなにさ、ネットとかで治安悪いのにさ、外出たらさ、治安めっちゃいいじゃん。<laughs> でも、そう、メキシコとかにで銃ぶっ放してるやつ、おい、大統領選でいや、38人ぶっきちゃったぜみたいな国だったら、ネットが荒れてても、まあまあ、そうだよな。で、ギャップなんだよ、別に。日本人が陰室わけじゃないの。日本人が、上辺が綺麗すぎて、陰室に見えてるだけで、 多分、ネットの治安はどこも変わんない。本質は変わんない。でも、すごい、付き合いにくい、日本人って。だから、感情が読み取れない。で、陰質じゃなくないあの、加減は変わらないんだよ。人間にマイナス10悪いこと、ところがあるっていう加減は変わらないけど、上積みがでかい。すごい。でも、いいことでもない。仕事はしやすいんじゃないビジネスは。だからさ、ちゃんとさ、海外行ってもゴミ拾うじゃん。でも、絶対、そのゴミ拾って帰ってきて、いい気持ちになって、違法サイトでオナリとかしてんじゃん。<laughs> だから、<laughs> 綺麗に見える部分が多すぎて、裏切られる。本当に。外面がめっちゃいい。日本人。でも嫌いじゃない、いいところなんだけどね。海外とか炎上でスワッと呼んだりするぐらいだからいいっす。いや、それもういいっもうおもろいだろ、それ。やられたもんはたまったもんじゃないけどさ。日本じゃないよね。島国。アメリカも俺に敵意はないって示すためにフレンドリーな感じになったんだけど、えー、そういうもんなんだ。 何回か言ってるとさ、多少、その人たちのことを理解し始めるじゃん。ドライだよ。めちゃくちゃ。ドライ。お前って生まれ変わっても日本に住みたいと思う。絶対日本に住みたい。絶対日本に住みたい。<笑><笑>いろんな国って思ったけど、絶対日本が一番いい。かわいそうって思っちゃう。え、この人たち日本って暮らしてないんだって思っちゃう。ね、なんかって言うとさ、あの、税金がなんとかとか言ってくるやついいのね。バカなさ。 企業家がドバイに住んでるバカ企業家とか言ってくんだけど、いやでもお前ら結局日本食食べれてねえじゃんとか、日本人の温かさ知らないじゃん。勝手にドバイで金稼いとけよ、税金払わずに。<laughs> お前らが一0億稼いでも、ね。いや、お、あの、羨ましいと思わない。日本住んでないじゃん。勝手に稼いときなよ。ドバイで。ドバイってはっきり言ってさ、夢の国だよ。何でもあるし。たまに行くから面白いの。日本の血が通ってたら、やっぱ日本が一番いいから。 俺もドバイ好きだよ。行った時、うわ、すげえいい国だ。だって、ここはホテルのラウンジかなんかですかっていうところに入ってったら、あ、ここは喫煙所ですよ、つって。喫煙所に無料の飲み物が全部あって、紙タバコ吸えて、端が、端から端が見えないぐらい喫煙所広いんだよ。何このドバイの空港って思ったの日本のビジネスクラスのラウンジより、ドバイの喫煙所の方が豪華だからね。マジで。すごい国よ。でも住みたいと思わない。なぜだろう。多分日本人だからだろうな。 まず飯が合わない。行ってみてほしい。ドバイ。<laughs> なんじゃこれと思うから。海外で一番まずかった料理は、申し訳ないけど、台湾料理がもう全く食えん。八角が食えん。あとパクチーな。パクチーはもう、もう食えない。今まで一番良かった国は、まあ、やっぱアメリカなんじゃない金持ってるよな。<laughs> お金持ってきゃアメリカが一番いいんじゃないすべて買えるんじゃないかって錯覚する。金持ってたらアメリカおもれえべ。 マカオはダメ。お金持っててもカジノで1日で100万円ずつ無くなってくから。<laughs> いくら、い,いくら無くなる一月に。1日100万円ずつ無くなってたら、一月にいくら無くなるもう計算もできない。年間3億6千万無くなるでしょ。多分。きつい。いや、アメリカのカジノなんておもちゃなんだもん、全部。おもちゃだぜ。ラスベガスなんて。<laughs> マカオってマジ違うぜ。アメリカのなんポーカー。最高レートがマカオの最低レートぐらいだからね。 ベガスのカジノなんて、全然安いよ。マカオのカジノなんて、くっそ高いよめちゃくちゃだよ、あそこ。しかも最近値上がりしてるから、尋常じゃないよブラックジャック、あんなさ、紙、なんか21に近づけるとかいう意味わかんない勝手に決められたルールの、ゲームのミニマムレート300ドルだよ。20円だから6000円。1回のブラックジャックをするのに、最低1ゲーム6000円かかるんだよ。最低レートだよ。その国の。 怠慢でやってたら3秒でなくなるんだよ。それが。怠慢でやってたら。ペラッペラッペラッペラ,ッペラッ。<laughs> だけで <laughs>。6000円かかるんだよ。どうバカだよね。勝ったらいくらに増える。シンプルに倍になる。6000円。12000円。マカオに1500万持っていったけど3日でなくなったら3日。使おうと思えば、だってさ、ルーレットの、パン、 ぶぶぶぶぶ,ぶだから5秒でなくなるルーレット、ワンスロット1、1万円あるからね。普通に。あの、そんなにゴロゴロあるんだよ。パンって押したら一万円なく、5秒で1万円なくなるスロットが何百台もあるんだよ。2、30万5分でなくなるんじゃない撃ってる人いる。これがいる。よく100万負けですんだなんて <laughs> って、思うでしょ俺は揉んでるんだよ、そこで。日本代表として。でもちゃんと小じきもいんのが面白いの。 全然金持ってね歯のねバババとかもいて、めっちゃおもろいの。お前どうやって暮らしてんのって。カジノ来んなよっていう頭焼かれたババアとかもいっぱいいるのね。それが面白いんだよね。あのね、もうカジノやりたいんだったら、もうマカオ以外はできない。人の数がリアルに100倍から1000倍。24時間カジノパンパンだから、この人たちは何をしてる人たちだろうと思うの。平日の深夜、パンパンにカジノいるんだよ。あなたたちは何をしてるのって思うの。いつも。 何してる人たちなんだろうね、あの人たち。カジノで生計立ててんのかなで、他の国にのカジノ行くと、客全然いなくて全然面白くないの。一個、二個じゃねえからな。それがもう、何十個何百個カジノがあって、どこ行っても、みんなの服装どんな感じこんな感じ。マジでこんな感じ。このまま行ける、俺。別に。マカオのカジノだったら、この格好のまま行ける。パンパンに T シャツできる。爆当たりしてる人見たことあるよ。バカラってさ、もうハンカチョウから爆死よ。 ディーラーとプレイヤーがいて、ずーっと勝ち続けてると、片方側が2分の1引き続けてる時もあるじゃん。そうすると、わーって集まってくんの。聴衆が。で、俺最高いくらで 4, 4億円5億円一撃で当ててんの見たことあるよ。で、終わった瞬間にビンで雲のこちらすらにブワーって帰ってくる。4億円ぐらいかな。でもそういう書き方してるやつって、こいつ過去に何億も負けてるだろうなと思って見てる。しかもさ、そういうやつって、 今さ、みんな負け、負けろ、負けるのを見たいんだろうな、じゃなくて、みんな乗っかるの、そっちに。お前、やれよみたいな感じで。全員、そいつに乗っかってみんなで勝とうみたいな組になるの。これぐらいの、500円のコインあるじゃん、日本の。それが、1個200万円のコインがあるのね。それをなんかもう肘の高、肩の高さまで積んでた、こうやって。<laughs> お前、それいくらだのこれ1枚200万円ってコインがあるの。マカオでギャンブルした時に写真ないの一応マカオは、 あれ何百台ぐらいカメラあるんだろう絶対に資格がないのね。まず。ほんで、もう、野球のどう、照明かっていうぐらいカメラついてて、もう表情まで全部見える。携帯を出した瞬間にクロフくる。バーって。でも、撮れるところもあるんじゃないスマホ絶対 NG。座った状態でスマホ出したら、5秒で来る。ただ、携帯を触りたいなら立てって言われる。立ったら OK。そこに参加する意思がありませんっていうのを見せたら、スマホ OK。 座ったらもう無理。だからみんなハンドサインしろっていうのは、あらゆる角度で自分たちの台を取ってるから、監視者が揉めた時に、いやいや、お前、今これ、こういうハンドサインしたよな。テーブルってハンドサインしなきゃいけないんだけど、知ってるってこと出した人見たことある。いや、あるある。だから自分もさ、手癖でさ、今時間何時だろうと思ってこうやって座っだってブラックジャックとかしながらスマホこうやって見たりすると、なおマジで怒られる。携帯だけはマジくっそ怒られる。 カウンティングとかだったら視点バレないんじゃないあのー、標準出さなければ。アップルウォッチとかもダメなんじゃないかなあ、だ、多分ダメだアップルウォッチも禁止だ。62億負けた一平みたいなやつがマカオの会社でゴロゴロ入れると、まあ、俺見たことない。俺、我々庶民のさ、1億2億なんてかけてるやつなんて、まだまだ全然仮想の人間なので。ブラックボックスみたいなのがあるんだけど、そこはもう最低レートが30万とかなの。600万円から。わかんない。どれぐらいの取引が行われてるのか。でもあの、 いるじゃん。大王聖子の息子。井川さん。100億負けたって言って、いやいや、またまたって言うけど、う、まあ、そんぐらい、あそこだったら、ウィン・マカオかなんかで負けてると思うんだけど、俺たちの本拠地で、そこで俺、3日遊んで100万の負けで済んだんだよ。100億負けたって言うからね。なんかあれじゃない飛行機の時間変えるんじゃない火事の1年間の儲けでどのくらい3兆円とかやったわっけ ?1 兆円だか3兆円だか。どこにやっぱ中国からの中国人の金持ちのし、 あれってでかいんだろうね。日本も作ってほしいよね。で、俺は推奨は日本人は入れない方がいいと思う。<laughs> あの、国が滅ぶ。あれやらせたら。外外国から取りましょう。あの、国が滅びそうな気がする。でも日本人の性格とか文化じゃ火事の大入りしねえだろうな。ベトナムとかそういう感じになるだろうな。国が管理全部。2023年の JRA の売り上げは約3兆円。まあ、それぐらいはあるだろうね。多分ね。余裕であるわ。 絶対。三丁ぐらいだ。だから、飯とか安いの。日本で食ってる感覚で、8人とかで行って、じゃあ俺ここごちそうしますよって言って、高級中華食べて4万円とかなのよ、ね。安くない ?8 人だよ。1人5千円ってさ、牛角で山ほど食ったら、そのぐらいかないコースじゃないコース、アラカルトで好きなもの頼んで、食べまくって、まあ俺たち酒飲まないけど、4万円。牛角食べ放題で4千円。 で8人で行ったら3万2千円じゃん。それぐらいの感覚で食えてた。俺は。日本だったら、多分あれ30万ぐらいすると思う、マジで。<laughs> なんでこんな値段違うんだって思ったら、冷静に考えたら、飯代は安いけど、俺カジノで100万使ってんだと思って、安くねえよと思った。返せ、金返せと思った。波数の96万返せと思った。カジノの中にある中華だから、はめられてんだよ。めっちゃくちゃうまい。<laughs> 信じられないぐらいうまい。なんで定期的にはんまりに行くのいや、今はもう超行きたくねえよ。 でも、半年後忘れてんだよね。この感情を。気づいたら予約してるんだよね。なんか、ないみんなにもこういうコンテンツ。パチ、パチスロにはまる感覚かな。ジロー。年一だったのに年二になってる。<laughs> 確かに。我慢できなくて。禁断症状で。なんで100万負けてさ、禁断症状出てんの意味わかんないよな。逆だろ、普通。刑務感いたくだろ。 カジノ知っちゃったらパチスロって面白く感じなくなる。もう感じない。バカらしくなる <laughs>。時間がもったいねえ。同じ100万負けんだったら1秒で負けさせてくれよと思う。めんどくせえ。黒 <laughs> 人さんも1四0万負けたら分かんない <laughs>。いくら負けたら分かんないけど、<laughs> こな、こなっこなってたよ。うん、なんか、生まれたばっかりの姿でごめん。無駄な時間疲れしちゃってごめん。で、3分ぐらい立ち上がれなかった。黒 <laughs> 人さん。俺、俺、クソ笑ってた、それで <laughs>。黒人さん <laughs> <laughs> あんた男だよ最後の侍だよって言って、あの、立たせて、二人でこうやって帰ってた。モこもクうなってた。モ <laughs> ゴ、はあ、は、あいつ金なくなったので自分が一回買ったから、なんかそれで、あいつも別に金欲しいわけじゃなくて多分、その、なんでギャンブルしたいだけだから、まあ俺は買ったんで、俺と黒人さん負けたんだけど、モゴ買ったから一回、はあ、ちょっとなんかわしは買ったんでかんでって言ってた。ちょっと大きかった。 みんなお前と違って所得違うのに無理やり連れてってなんで俺が無理やり連れてくんだよ。なんなら今回俺無理やり連れて行かれたからだろ。<laughs> ちょっと今回不倫の炎上もあったんでやめときますわ <laughs>。つったら、猛反発を受けて <laughs>。お前逃げんじゃねえ <laughs>。あれ絶対お前逃げんじゃねえよ感出してるよな <laughs>。お前逃げんじゃねえよ。うすうす気づいてるんだろうな <laughs>。日本にいる方が得だったことに <laughs>。日本にいれば負けないってことに俺たちもう気づいてるんだろうな <laughs>。足洗わせねえよ。 モコウが勝った日に俺たちに勝敗聞いてニヤついていたのを見て、モコウが昔より少し嫌な奴になってきた。<laughs> あいつでもうちの、俺たちの中で一番負けしたから大丈夫だよ。あいつ初日いつも勝つんだよ。二日目に大負けすんのね。モコウマカオでギャンブルした記憶がないいう。怖いんだよね、マカオにいる時のモコウって。怖いんだよね。だからマカオでいる時のモコウって敬語使ってこないんだよね、マジで。<laughs> 怖いの。バトルフェイスなの。 別行動だもん。あいつだけいつも。俺いつも黒人さんといるのね。ずっと朝から晩まで。で、鬼屋と松ちゃんもずっと一緒にいるのね。で、モコは何してるかわかんない。何してるかわからずに100万200万上げてるな、あいついつも。<laughs> お前何してたのはい、あ。何してんだろうねあいつね。何してるか今度聞いといてくんない配信の最後、カジノが怖いって言いながらカジノに入ってた。<laughs> かっこよくないちょっと。なんか。かっこよくないそれ。 ゅう怖い理論か。やるな、ね。緑さんがサウナの女超高いって言ってた。値段いくらぐらいなんだろう ?3000 ドルぐらいかな。今回でもみんな行ってないんじゃないか。女行かなかったんじゃないかな。3000ドルってあの、香港ドルね。6万円いや、緑さんも行ってない行ってない。もうね、カジノで頭焼かれちゃって女行かなくなっちゃったんだよね。全員。多分みんな、風俗行くんだったら日本で行くって思ってんじゃない非日常を味わいに行ってんだからさ。 緑が国は女行ったとか、いや、黒人さん行ってない行ってない。あの、俺一緒にいたけど、サウナに入ったけど、別にサウナって全員女買うところじゃないから、女行ってないよ。て俺と黒人さん女行かないもん、もう。マカオ行って。ブラックジャック行ってる。<laughs> 本当に。二人で <laughs>、マジで、トータルで三、四十時間ブラックジャック二人でやってたんじゃないいや、絶対行ってない。もったいねえもんだって。何ゲームできんだよ。サウナは、あの、普通に女買う目的だけじゃない。 マッサージとかしてくれるから。てか日本で行く。だってさ、マカオに行って女の子と遊ぶときもさ、日本人みたいな女の子と遊んでんだもん。結局。だったら日本で行った方がよくない最初のうちは、なんか女の子買ってたけど、意味いねえってことになった。で、緑さんも買ってないよ。最初の1回目はなんか行ってたけど、2回目から行ってない。みんなバカなとかやる,やるから負けるだけ。ポーカーなら中国人にバカでもかてる。<laughs> あ、ぴょこたん買ってたんじゃないかな。 いや、緑さんが、あの、今回負けたのはマジで俺のせい。最終日、緑さんに、お、緑さん、勝とう。俺、金ないから、今回ばかりやめようかな。いいんだね。じゃあ、俺たちが何百万も勝ってる中、緑さんは、勝たずに帰るんだね。増やさなくていいんだね。って言ったの。んじゃあ、じゃあ、これやってよ。わかった。つって負けた。俺が。1秒で負けた。で、緑さんごめんねって、負けたわ。負けた。しょうがないじゃん。負けたんだもん。 皆さん負けたって言った。レベル違う金持ちが女よりギャンブルの方が気持ちいいって口恐れて言ったけど、絶対ギャンブルの方が気持ちいいからね。もう、あの、日本にいたら性欲湧くけど、マカオで性欲湧かないもん、あんまり。いつも言うの、おい俺がよ、このバカで勝ったらよ、あそこの店の女俺が全部勝ったるからよって言っていつも負けんのね。<laughs> うおーって言うん俺についてこいつって言ってすぐ負ける、いつも。負けちゃったね、つ。お金なくなっちゃったね。 飛行機まで暇だもん、最後。5、6時間。暇だね、っつってこうやって、待ってる。日本人も合わなかったね、今回。あ、だからでも中国人の視聴者になって、片、お <laughs>、マジかと思ったんだけど、俺、あなたのいないれ見てるって言われた。<laughs> マジかと思って。中国人よ。俺、中国人じゃなかったのかなあれ、ベトナム人かな俺、あなたのいないれ見てる。マジマジマジ。日本人じゃなかった。 多分日本、中国人じゃねえな。空港だったから、どっか、どこの国かわかんないけど。何歳ぐらい、いや、は、25未満。誰と一緒にいたっけな黒人さん達といる時に。多分なんか配信で、日本語、日本語が好きなんじゃないなんかあの、いやだから稲入れ見てるって言われて、ありがとうございますって言った。写真とか撮ってとか言われなかった別に。あな、あなたの稲入れ見てる。単純に日本語下手な日本人じゃなくて。そ、でもさ、あの、 マカオに住んでるんだけど、って言ってたから、マカオに住んでるんだけど、俺あなたのいないれ見てるって言われたから、日本人じゃないと思う。それか、マカオに住みすぎて、日本語を忘れた日本人か。若かったよ。めっちゃ20前半だと思う。30出てって,って。ヒゲの、あの、髭が産毛だったし。いないれ見てんだ。しかも世代的に、あの、いないれとか調べて出てきたのかないないれ世代かな ?20 歳ぐらいだと思う。海外で有名なのかな空港でさ、 日本人じゃない海外の人がさ、俺見てわかるってさ、チラ見しただけじゃないよね、絶対ね。ちゃんとシリーズ全部見てるよね。がっつり見なきゃわかんなくないチャンネル登録してるよね。チラ見ぐらいだったらさ、ミスター・ビーストとかだったらわかるけど、海外の人なんてわかんなくないいや、なんて呼ばれたかな加藤さんですかって言われた。俺、多分加藤さんですか日本人だなと思ったの、最初。ちょっと、あの、殴ら系の日本人だなと思ったの。 あの、ぼ僕、マカオに住んでるんだけど、あなたのいないで見てる。それがナグラか。ナグラの息子か。いや、キングスリーグのファンとかじゃない、絶対。だったらそっち出るでしょ。マカオ行ってる間にキンバイが季節したらしいっす、マジかよ。喋 <laughs> れねえじゃねえか、あいつ。悲しき。イタリアにキミキス見てるやつがいたんだから、海外のどこにだってお前のお前、まあ確かにゼロじゃねえだろうな。たまたまあったんだろうな。いたね、イタリア人。てかね、もう一人いたんだよな。めっちゃメールしてくるやつ エジプト人めっちゃ俺のこと好きなエジプト人が、日本語を,を自動翻訳ってか、その、片言のローマ字日本語プラス自動翻訳で、マイクラやるたんびに俺やらせる俺も一緒にやらせてくれ俺も一緒にやらせてくれ最近連絡が来さねえな。ゼロじゃないんだろうな、ツイッチとかで。だって、サウジの王子様が一人してたもん。え加藤さんって、あの加藤さんって言われたもん俺。 サウジの王子様よ。え、ツイッチのあの加藤さんはい。サウジの王子様が、あの加藤純一さんあの加藤純一さんです。お金ください。いいからお金ください。do, do you have money? って言った。まあ、ツイッチとかなんてあれか。名前は見えてんのか。サウジの王子はツイッチ上位で詳しい。なんかそのゲームの情勢とかを調べてんだろうね。 名前は知ってるみたいな。釈迦とかも知ってんじゃないみんな。各国のトップ層を把握してんだろうね。TGS で釈迦とマーケティングとしてやっぱ知ってんだろうね。そりゃそっか。マーケティングとしてはそっか。じゃなかったらピケに呼ばれねえわな。<laughs> そんなさ、街で見かけた面白い日本人として発掘されたわけじゃないもんね。冷静に考えたら。そりゃそうやな。名前知っててもおかしくねえわな。じゃなかったらこんな <laughs> よくわかんないおじさんが呼ばれねえわな。 サッカーに何も関係ない <laughs>。サッカーやったことない。ツイッチすげえな。そうやって考えるとな。多分ツイッチがバックについてるから、各国のアナリティクスの上位のやつらを呼んだんだろうね。PK を決めることはサッカーを知らないこと。んなね、知らねえ女んな、こんな、入んねえだろうと思って思いっきり蹴ること。知れば知るほど入んないと思う、俺は。なんとかなるでしょうって言ったじゃん。 俺、初戦の PK 緊張しなかったのあれでもなんか、どうしようと思ったけど、俺、2回目クソ緊張したのね。2戦目。ゲボ吐くほど緊張したの。これやべえわ。知らない強みあるでしょ。3試合目の PK なかった真相をは語ったでしょ。なんか、その連携がうまくいってなくて、その権利がお行使しないっていう風になってたんだけど、まあ、そこで揉めても今後に繋がんねえなと思って。別に揉めなかった。OK。 その代わり次も日本呼んでねって言って帰ってきた。まあ、呼んだからいいじゃん。ちょっとまたルール違うんだけどな。全然。前回のような感じじゃないんだけど。そんなもんよ。下っ端は。でもなんかスペイン人のノリは軽い。<laughs> ビジネスの。あ、okay, <okay>、オッケーオッケー。前日に言ってくる。明日の5時出れるとか前日に言ってくる。マジで。普通に前日に言ってくる。出れないっていう、そんで。明日の5時、みんなで、フォートナイトやるけど出れる、出れないって言われて。 出れないっていう。日本時間3時ですっていう。あいつら仕事中も大体これぐらい休憩やーでーってそのまま帰ったりするらしい <laughs>。開催地とか早めに教えてほしいじゃん。じゃ、多分さ、あのー、スーパースターって良くないんだと思う。例えばさ、イブラヒモビッチにた頼まれたらさ、多分スタジアム開けるじゃん。そのノリが通用してるから、 スタジアム決まるのが1ヶ月前とかありえなくない <laughs> あ,あまあ国立だったら一月前でいいでしょってならねえじゃん。東京ドーム1ヶ月前で抑えようしないでしょ。あのスタジアム、決勝戦のスタジアムって次回のワールドカップの決勝戦のスタジアムなの、あの、準決かなんかのスタジアムなので。なんか8万人ぐらい入る。それを1ヶ月前に借りるんだよ。日本じゃできねえと思う。でもそのノリが通るから、日本も大谷が開けろって言ったら東京ドーム開けろだそれ日本で大谷じゃんよく考えたら。 大谷がさ、ちょっと東京ドームで、こういうイベントやりたいんですけど、さ多分東京ドーム開けるでしょ。それってか、そうだ、ピケすげえな。開けるわ、じゃあ。大谷だって開けるもん。おい、いやいや、俺のイベント使っていいよ。つ開けて、おい、いや、ずらして開けてってなるじゃん。スーパースターってさ、まかり通っちゃうんだろうな。名だたるスーパースターたちが開けてくれ、っつったら。これやりたいんだけど、お前は幕張とか KR にどれぐらいマかクされて、1年、前。1年前。<laughs> 年前 <laughs> ここから血が出るぐらい土下座してお願いします。土曜日やらしてください。おでこから血が出る覚悟で開ける。お前がギリギリ開けられる施設は、3ヶ月前だったら南宋文化ホール南宋文化ホールぐらいだったら開けられるかもしんないね。平日。3ヶ月前。立山のバイパスの。大石さんでも半年前。いや、半年前じゃんだってさ、武道館の告知1年前からしてるってことはさ、1年半前から開けてるでしょ。 そのノリでさ、東京ドーム1ヶ月前に開けろって言うなよって思うよね。この人たちは日本じゃできねえだろうなと思っちゃう。無理だよ。開かねえだろう。スターだなーって思う。しかもさ、心配ならねえのかな、チケット売れるかなって。売れんのも受けない。8万枚売れるんだよ。<laughs> 売れんのが意味わかんない。ラファエル・ナダルとか来てんだよ。なんで、開くし、チケット売れるんだろう。スターだよな。1ヶ月で、 一ヶ月前の告知でさ、チケット8万枚売れるってえぐいよね。イブラヒモビッチは断られた時に、俺がイブラヒモビッチだって分かって無理だと言ってるのかと言って、無理にスケジュール変えさせたら。<laughs> それ言われちゃったらもう、もう返す言葉もなくないはい。すいません。<laughs> つって。開けるよな。命令だもんね。<laughs> 日本じゃ絶対無理だよ。 日本人無理だよそんな無理でしょだって俺がまだどこでやるか知らされてねえんだよ <laughs> どこでやんだよおい教えてくれよそろそろ俺になあ下っ端に降りてこねえよ俺以外は知ってるのかなスペインとかかな南宋文化ホール開けようかじゃあ。まだ出場国全部発表されたのえー。俺まだちゃんと知らないんだよな。アジアいるよ日本の他に。いないんだえー。 韓国ワンチャンある。おい、スーパースター呼ぶんじゃねえぞ、俺が霞むから。いらんことすんなよ。だって初めてのさ、キングスリーグのアジアの枠がありますって発表された時に、おいフェイカーが来んじゃねえかおいソ風フミが来んじゃねえかなって日本のカエルが出てきて、もうめちゃめちゃバッと食らったんだから、俺。死ねえ死ね、カエルって言われたんだよ、俺。<laughs> すげえ嫌だったわ、あれ。絶対これなんか言われるんだろうなカエル死ねえすげえブーイングされたんだよ。 総憤民が来るぞって言われて俺が出てきた時に。誰だよズラタンイブラヒモビッチの後に紹介しやがって。スマで紹介しろ酒の。なんでイブラヒモビッチの後に紹介するんだよ。今回はカシージャスの後に紹介しやがって。<laughs> 酒の魚で紹介しろよ。一番最初のさ、ジャブみたいな感じで。日本、日本、日本11来るよ、みたいな。おデザートで紹介しやがっとる。 ピケってお前のこと超おもろいだと思ってる。いや、ピケなんてさ、そ、あ、あ、雲の上の存在すぎて、あの、誰が誰とか、ピケかピケ以外かでも見てると思うよ。多分。こいつ人気なんだ、とかいう感情ないと思うよ。だって俺初めて会った時に、あ、ピケって挨拶する時に俺頭撫でられたんだよ、こうやって。俺の、俺の参考下なのに。俺子供だと思って頭撫でられたんだよ、こうやって。こうやって、マジで。 で、小学生のファンじゃないんだから。俺、お前のこと知らねえからなと思って、思いながら頭撫でられてたんだよ、こうやって。こうやって、マジで。俺、お前のこと知らねえからな、と思って。なでなで。見上げながら、おっきい人だな。お互いよく知らない人だから。<laughs> 知らない人同士があったでしょ。俺も知らない、向こうも知らないで、よくわかんない。なんかすごい人なんだろうな。悪い気しねえな、頭撫でられて。誰なんだろう。 で、一緒に PK 俺がご利用しした。頼むから PK で。今回マジで無る。ほとにずっかしい女スッと練習してやろうと思ってよね。まあ、でも来ねえだな。決勝戦とかしか来ないのかな。わかんないけど。ぶち込みてえじゃん。ぶち込みたくないお前のこと知らない外国人が彼は39歳だったのいや、俺なんか最近すごい連絡来るんだけど、お前は素晴らしいゲイだって外国人の人がいっぱい連絡来るのね。俺なんか素晴らしいゲイって言われてる今。そのキングスリーグのせいで。日本から素晴らしいゲイが来るって。称号が変わってきてる。 ナイスゲイって言われてんだよ、本気で。今。ガチだからね。連絡来るんだぜ。早く来い、日本のゲイって言われてんだよ、俺。ガイじゃない。ゲイ、ゲイって言われてんだよ、俺。ガイじゃない。彼は、日本の素晴らしいゲイですって言われてんの。多分、ヒゲとかなかったり、するからじゃない。トランス枠なのかな、俺。インスタやってない上に X の DM も解放してないのにどうやって連絡取ってるんですかメールメールです。で、ピキニは俺メール送るもん。 俺は英語打てないから、通訳の人が送ってくれる。最初はリプだったよ。お前の切り抜きにイタリア人がコメントして、今回キングズリーグはイタリアで行われて、他のスタリオのチームはドラフトじゃなくて独自調査でチームメンバーを選んでおり、今回はブラジルがスーパーチーム、プロのフットサルと7人制サッカーを連れてきます。気をつけてって言ってさ。<laughs> なんでてめえが知ってんだよ、俺が知らねえでよ、おい。誰だよ、お前。関係者各位か。何に気をつければいいんだよ。俺トライアウトとかしねえのかよ、じゃあ。<laughs> なあ。日本のゲイにも優しくしてくれよ。 ドラフトしてるのは日本だけだって、それは俺がご利用した。面白いじゃん。そエンタメとして面白いじゃん。で今回わかんないけどね。やれないかもしれない。あの、俺が勝展できないからさ。チームも今なんか、いろいろ、その向こうとやりとりしてる。ただ俺開催地知らねえんだからさ。ねえ、俺まだ開催地知らねえんだよ。イタリアでやるらしい。イタリアって日本から何時間かかるの ?15 時間。長旅になるね。実は8時間なんだ。へー。 逆にトライアウトでやってなかったら他のチームはどうやってらいいやだって日本、サッカーの日本代表も別にトライアウトなんかしないじゃん。普通に選ぶんじゃないで、俺もコマに過ぎないからさ、俺がやってるわけじゃないからさ。で、今回俺金出さなくていいから気が楽よ。<laughs> 気が楽よ。<laughs> 気が楽。ちょっと。もらえねえけど出さなくていいから。でチーム名は何な,んなんのねム,ムラッシュ FC じゃないわかんないけど。チームジャパンかなわかんないけど。招待枠。前はなんかちょっと、 もっと下っ端だったんだけど。若干、若干上がったな。8月からアピールした甲斐があったな。向こうのあれなんじゃないその運営側、日本人ってやっぱさ、俺も含めさ、外面いいからさ、すごいウェルカムだったのね。初日はマジで、両服カみたいな顔して見られてたの。気持ち悪いこいつら。でも、帰るときはみんな拍手で、もう全員出てきて、本当にスタッフ。その映像撮らなかったっけ すっごい、本当に、そんなチーム多分、日本のチームだけだったと思うよ。スタッフ全員出てきて、ありがとう、本当に来てくれてありがとう。<laughs> 選手たちの、あれが良かったんじゃない態度が。俺はタバコ吸っただけだから、こうやってポーっつって。ポ <laughs> ーっふーって子供に、ピアニッシーもさ、こうやって女の子みたいに、かけてたのね。ちょっとでも、ちょっとでもと思って。そこでゲイの片鱗見せちゃってさ、 十数個くらいの海外アカウントがカトジンに伝わっているものでもう十数人はいるんだ。日本ファンが。いいじゃん。昔はゼロだったのに。帰れゴブリンって言われてたのに <laughs>。帰れゴブリン。くたばれゴブリンって言われて。総運民出せ。おめえじゃなくてって言われてたのに。十人くらいは喜んでくれてんだ。インプレゾンビの可能性もある。確かに。帰る頃には猿にはなってたしな、俺。進化はしてるね。 最初の敗退する国が決まりましたって言われてた。<laughs> わいいなそういう、そういう会はいいなやられる側界隈。気が楽でいいわ。爪痕残せ、残すだけ界隈。<laughs> 何も考えなくて、ちょっと頑張って爪痕と残せばいいだけの界隈。気が楽だ。失うものが何もない。これ以上従わない界隈。 悪者にならなくていいかいわい。今回ゴールへのハードルが高いです。ちょっとさ、俺にさ、あんまりそれ求めんなよ。なあ。冷静に考えろよ。いや、決めには行くけどさ、決めて当たり前だと思うんだよ、マジで。無理だろ。冷静に考えてサッカー経験してね、おじさんがさ、ゴールを絶対決めろよって言うなよ。一生懸命やるよ、そりゃ。一生懸命やって手は抜かないけど、全力命がけてやるけど、言ってはもう、 当たり前だよなと思うのよ。喜んでくれよ、決まったら。外したら俺帰国できないから。<laughs> トマト投げに来てくれる羽田に。俺そしたすごい、誇らしいんだけど、べちゃーっとなってさ、ただ堂々と、生卵投げれる、投げられるかな二度と日本の国境をまたぐな。お前のせいで負けたって言われる。凄 <laughs> す,すぎるだろ、俺。<laughs> コマノぐらい叩かれる、俺。GG 佐藤ぐらい叩かれる。 国背負っていくわじゃおぞましいね光栄ですねでもいいなそんなのなかなか経験できねえなおじさんがサッカーで <laughs> まさかサッカーかよ今考えるのダメよ行く前に練習しようぜちょっと Someone replayed to me if you speak English <laughs> 日本語喋よ。お前がグラース Are you glass? <laughs> こいつサブスクしてる。じゃあ許す。じゃあ許すわ。許した。助けてください。日本語がわかりません。ざま <laughs> これが俺の気持ちだ、おいわけわかんねえスペイン語で話しかけられてよわかったか、お前俺のフィールドなんだよ、ここは。絶対喋んねえぞ。日本語以外じゃ。<laughs> I hear nothing. <laughs> 日本語わかってなくて草。 生で見たアグエロどうだったか教えてさい、最後に答えるわ。俺アグエロって気づかなかったよ。サッカーの上手い太ったおじさんかと思った。以上。陽気だったよ。まあまあ。一人上手いおじさんいるなと思った。写真撮っとけばよかった。やべえ、今日ちゃんがやってねえからタグがわかんねえ。なんでドラクエ3みんなやってねえの意味わかんねえ。よく耐えられるね。ドラクエ3やらずに。